はい、それでは、第13回 AI 美芸研、人工知能美学芸術研究会というものを、始めたいと思います。本来はですね、この会は、東京でやってる時は司会がいたりとか、いろいろわさわさとやっているんですけれども、今回は、私 AI 美芸研代表の中澤と申します。初めまして、ありがとうございます。開会のお知らせ、あとそれから AI 美芸研からの挨拶、次の中澤秀樹小公演までは全部中澤は私がやるということになってしまってなんだ全部俺かよみたいな感じで、なんか作業も書いてあるんですけれども、なんかそんな感じで恐縮でございますけれども、本日は、ここ、泊まり、那覇市泊まりにあります、小文字で TOMARI 泊まりというスペースで、AI 美芸研をやらせていただきます。先週第12回 AI 美芸研も同じくこの泊まりでしたんですけれども、今このカモン、はい、泊まり代表の鶴見社長さんです。どうも、鶴見と申します。本日は、こちら泊まりまで、いらっしゃいましてありがとうございます。泊まりでは、今日のような講演会を行ったり、写真や絵画の展示会、それからパーティーをやったりですとか、さまざまな用途で、いろいろな方にご利用いただいております。本日はこのように、東京から AI 美芸研ということで来て、いらっしゃいまして、とても嬉しく思っております。おそらく沖縄の皆さんにも聞いていただきたい有益な内容だと思いますので、ぜひ皆さん最後までごゆっくりお楽しみいただければと思います。ありがとうございます。鶴見さん、ありがとうございました。なんか鶴見さんに司会やってもらった方がずっといいような感じなんですけれども、それでですね、AI 美芸研、始めるにあたって、ちょっと先にアナウンスしておきたいのが、当会は基本的に配信をしたり、あるいは、録画したり、あるいはお客様の皆様も、写真撮って SNS に上げていただいたりなどなど、全部公開自由という形で、あるいは拡散するのもむしろ歓迎という形で、やっております。なので本日も基本的にそういう形でやりたいと思います。でツイートする場合はハッシュタグがありまして、ハッシュタグの後に、ローマ字で AI で、その後美芸研と感じてさます。それでツイートしていただければ分かるかなという感じです。あと Facebook への投稿なども大丈夫です。で現時点で今後ろの方の席からUstreamもしてますので、そのUstreamもAI 美芸系のハッシュタグついてますよね。なのでそれで見ていただければいいかと思います。というのは、今ここの会場にもこんなに大勢の皆様にいらしていただいているんですけれども、さらに、日本全国の皆様に今ご覧いただいていると、今じゃなくて後から見ていただく場合もあるんですけれども、そういった形でやらせていただきたいと思います。後日、Ustreamよりも画質のおそらく良いであろう、録画データを、YouTube に、アップいたします。で、その YouTube も過去の記録などもすでにありまして、それもスマホで自分のスマホに入れて、毎朝の通勤途中に聞いてくださる熱心な方などもいらっしゃいますので、今日はそういった方たちも聞いてくださるかなという形で行いたいと思います。でただしですね、内容によってここのところは配信が不可、ここは会場にいらしている皆さんのみみたいな場所が、本日はございます。そういった箇所が、僕の箇所ではないんですけれども、そういった箇所がございますので、その時はユーストが切れます。
ということをあらかじめ申し上げておきました。YouTube にもそこの部分は載りません。あとそれから、あとで忘れないうちに今のうちに覚えているうちに、言いますけれども、トイレはそこ行って2階に上がって右側にあります。あとそれから本日は、参加費2000円の他に、ここでノンアルコールビール100円で提供しております。このノンアルコールビール100円は全部懇親会費に回されるので、出演者の方もスタッフの方も、全員一律100円ということでお願いしています。あとそれから先には言っておくのは、ここで物販があります。今日の出演者の串野さんの、アウトサイドで生きていると、極限芸術死刑囚は書く、あとそれから、中澤のですね、近代美術テキストという1989年のものと、あと現代美術日本これは2014年のものですね、それもありますので、あとで休憩時間はね2回ありますので、その時とかに見ていただければと思います。で、本日はこれが終わった後、閉会の言葉で18時終わりですけれども、懇親会は今日はこのままここで行おうと思っています。出演者の人をお囲みする懇親会ということでやります。長丁場のように思えるかもしれないですけれども、我々は普段はデフォルトでは15時から始めて、で19時までと言いながら19時を過ぎて、それから懇親会みたいな感じでよくやっておりますけれども、全然話が終わらずにですね、全体討論がずっと盛り上がって、じゃあ続きは懇親会でみたいなことになることが、よくございます。本日は14時始まりとしております。理由はいくつかあるんですけれども、ただいまですね、AI 美芸研の主催で、あとそれから、会場の、沖縄科学技術大学院大学略称 OIST のとの共催でですね、人工知能美学芸術展、今ここに出ておりますね、人工知能美学芸術展というものを、開催中でございます。みなパンフレット今配ってよろしいですか。すでにお持ちの方ももう一回どうぞという形で今配りたいと思います。で、この、展覧会の中でシンポジウムというものをやっておりまして、そのシンポジウムは AI 美芸研の続きとしてやっております。でその AI 美芸研、僕にもくださいAI 美芸研の続きとしてやっていて、そちらの方が全部、14時始まりですので、今回も14時始まりとしました。このオイストでの展覧会は、女村の中でずっとやっておりまして、シンポジウムも女村の中なんですけれども、女村の中だけで完結せずにですね、泊まり、こちらの方に沖縄県の、那覇市の中でもやりたいですし、あとそれから、そこから先世界につながるような場所として、学外でもやりたいと思ってますので、今日は学外イベントの一つとして泊まりでさせていただいておりますと、そんなようなことになりましたね。そんなことを喋っているうちに、一応開会のお知らせ、 AI 美芸研からの挨拶が大体済んだかなという形になりますので、それでは中澤秀樹小公園の方に移らせていただきたいと思います。座ったりしますので少々お待ちください。はい、すいみさん、これ僕本日は、ちょっとパワーポイントなどを用意してはないんですけれども、皆様
にというか、僕がよく、イベント始める前によくメール配信しておりますので、今日初めての方とかで今後もみたいな形の人は出れる出れないに関わらず、僕にメールアドレスいただけると、こうしたメールを送る、イベント開催前に送らせていただきます。で、今日送りましたイベント開催の今日じゃなくて一昨日配信しましたものはですね、まあ、今もうちょっと今文字のサイズを大きくしますけれども、まあ、中澤とあとそこにいる草刈との2人を中心メンバーとしてこの展覧会、世界初の総合的かつ学際的な AI アート展としての人工知能美学芸術展をOIST にて開催しているということです。で、本日が、これになるわけですね。第13回 AI ビデオ展で、まあ、今日お招きしているのは講演串野信正様、あと藤井正美様、はい、串野さん、はい、はい、串野さんと藤井さん、あと中澤です。で、OIST は日本語ではなくて英語ベースの場所なんですけれども、ここ泊まりでは日本語で行います。で、講演後全体討論の時間を設けますという形で、で、ここにですね、講演内容、書かれておりますので、これは、OIST の方のウェブページにも載ってますし、あとそれから Facebook の方にも載ってますけれども、なので、そちらの方を見ながら、見ていただければと思いますが、これは僕のホームページですけど、僕のホームページにも載ってます。一応僕のホームページこれなんですけど、ここからですね、もう何を配信したかって、12月7日にこれ配信したということで、まあ、そうするとこのページに行きますので、まあ、中澤秀樹で検索していただいてもすぐ出てくると思います。で、今日は串野さんの内容はここに、書かれております。あとそれから藤井さんの、タイトルと内容もここに書かれております。後ほど楽しみに、しております。で私はこういったことを一応書いたんですけれども、ちょっと読んでみますね。人間美学が置いてけぼりとなるとき、中澤秀樹美術家 AI 美芸現代表で、19世紀人は美的でないという理由でエッフェル塔建設に反対した。で、これは機械美学に人間美学が追いつけなかったのだ。で、20世紀人はエッフェル塔を美しいと称えた。機械美学に人間美学が追いついたのだ。で、21世紀人は AI 語同士の、対戦棋譜が理解できない。機械知性に人間知性が追いつけていない。では22世紀人は AI 語同士の対戦棋譜を理解するのかといえば、その保証はない。いつか機械知性に人間知性が恒久的に追いつけなくなる。いつか機械美学に人間美学がすっかり置いてけぼりにされる。人間は歴史権威の担い手ではなくなる、という文章なんですけれども、僕の今までの話を、聞いてた方向きの文章だったかなと、ちょっと後から反省することがありましてですね、前の文章をちょっと読んでみたいと思います。前のは、先週ここでやったものなんですけれども、で、こちらの方は人工知能美学芸術展についてということで、まあ、今回の、イベントが人工知能美学芸術展の学外イベントなので、まあ、この、宣伝も兼ねているというか、お披露目も兼ねているというようなものなんですね。で、ここに書いてある内容は、今皆様にもう一回お配りしましたこのパンフレットにある、まあ、ここの部分とほぼ同じ内容なんですけど、ちょっと読み上げてみます。美学を人間のそれと機械のそれに分ける。あと芸術を人間のそれと機械のそれに分ける。そうすると、ここにあるですね、マトリックスが出てくるわけですね。このマトリックスはですね、
こちら の, あのパンフレットこちらにもありますので、こちらで見ても大丈夫ですね。これですね、こちらちゃんと出てますかね。まあ、この表が基本となって、この展覧会は組み立てております。まあ、美学を人間美学と機械美学に分ける、芸術を人間芸術と機械芸術に分ける、そうすると、そうして生じた4つの部門に分けて、展示を行っている。すなわち1、人間美学人間芸術、あとそれから2、機械美学人間芸術、あと3、人間美学機械芸術で、4、機械美学機械芸術と、そこに至る道程、まあ、これですね。これを今 1,2,3,4 と読み上げただけにすぎませんけれども、で、それぞれに該当する作品がウエストキャンバスの全体に展開されているということなんですが、まあ、これの解説としてですね、先ほどの、この、もうちょっと突っ込んだあの文章を書きました。もう一回ちょっと、噛み砕いていくとすると、あのエッフェル塔は今ではあのすっかりあのパリの美の象徴というかですね、パリといえばエッフェル塔があって、まあ、美の象徴になっていて誰も疑わないようなものになってますけど、あの建設時あのかなり反対運動が起きたんですね。でその反対運動はあのどういうことだったかというと、あのエッフェル塔はまあ機械計算だけでできたようなものだったので、まあ、それを機械美学というのであれば、の機械計算だけでできたようなものに対して、あの人間の側からモーパッサンなどの文化人などですが、まあ、それがあの猛烈な反対をしたと。ということはこれはどういうことか、まあ、19世紀の話だったんですが、これは機械美学に人間美学が当時追いつけなかったというふうに、まあ、一応言ってみることができます。というふうになると、ここだったんですね、フェルトはね。機械美学、人間が作ったものではあるけど機械美学に基づくもので、人間美学からは、まあ、ちょっと違うぞということだった、うん、しかしながらその後すぐ、まあ、例えば20世紀を通じて21世紀も今もですけど、19世紀も、まあ、建設当時から賛成の人もいたんですね。でそれはまあ、20世紀人はエッフェル塔を美しいと称えたというようなことで、これはどういうことか、機械美学に人間美学が追いついた、すなわちこの図式は何ていうのかな、固定的なものじゃなくて、この1番が大きくなってちょっと2番の方に侵食したりなどなどしながら、あるいはエッフェル塔が最初こっちに入っていたけどそのうちこっちに入ってくるのだろうかみたいな、まあ、その程度の、固定的なものじゃないものとしてお考えいただければいいんですが、まあ、この最初2番だったものもだんだん受け入れられるようになってくると、人間の中でもね、まあ、そういったようなことが起きてくる、うん、なのでそこから人間は素晴らしいですねみたいな論が展開されることがあるんですね。何をやっても人間美学が追いついていく、なので人間の脳の可塑性はすごいと、っていうことが果たして永遠にそうなのだろうかどうなのだろうかという問いを僕は立てたいと思います。でそれが次の部分になるわけですね。21世紀人、我々のことですけれども、AI 語同士、 AI 語はアルファ語が有名ですけれども、今アルファゼロというものがアルファ語の後継として出てきたのが大体最新のニュースで、そのアルファゼロは、アルファゼロ同士の戦いとかっていうのはもう本当に神の戦いで、人間が全くその指し手の意味がわからないまま進んでいって、そして、非常にしかし強いという状態が生まれている。すなわち、棋譜というのは理解できるものだったわけなんですけれども、この21世紀人は AI 語同士の対戦棋譜が理解できない状態になっているわけですね。で、すなわち機械知性に人間知性が追いつけていない状態が今出てきていると。でも、エッフェル塔も最初は受け入れられなかったけど受け入れたように、この対戦棋譜も今は分からないけど22世紀の
人だったら分かるのだろうかっていう問題なんですが、分かるだろうみたいな考え方で果たしていいのだろうか。22世紀人は AI 語同士の対戦技法を理解するのかといえば、むしろその保証はないのではないか。すなわちいつか分からないことになっていくのではないかということですね。で、すなわちいつか機械知性に人間知性は恒久的に追いつけなくなる。で、同じように美学の話でも、いつか機械美学に人間美学がすっかり置いてきぼれにされるという未来はあり得ると。まあ、それは何を意味するのか。まあ、人間が、いつの間にか自分たち自身の尊厳だとか何かを持ってたりするんですけど、例えば人間は考える足であるなどという言葉によって、まあ、人間が自分自身を、まあ、正当化するというか、価値のあるものだと思うような機構が無意識のうちにいろいろあるわけですね。しかしながら歴史や権威の担い手としての人間が いつの間にかいなくなる可能性があるのではないかというようなことを考えています。で、これは、先ほどのこれのですね、解説になるんですが、まあ、この一番、これは普通の芸術なんですが、まあ、機械美学、人間芸術、例えばエッフェル塔、その他、20世紀の現代芸術などここに入っています。で、あとそれから、こちら人間美学、機械芸術、これはいわゆる AI アートですとか、まあ、いわゆるメディアアート、すなわち、レンブラントの学習をさせた人工知能にレンブラントの新作を書かせるとかというのは人間美学、レンブラントという人間美学をもとに、そこに機械連携術させるので、まあ、機械芸術3番になるわけですけど、まあ、こういったものではなくて、真に見たいのは機械美学による機械芸術というもので、これはまだ実現されていないものなんですが、まあ、これは実現したいされてないが、こういうような表ができる限り、まあ、ここのところをそろそろ考えた方がいいんじゃないかというようなことで、この、展覧会もやってますし、この、何ですか、この、会も立ち上げている最中でございます。で、時間がもうなくなってきたので、最後に、ちょろちょろっと、お知らせをしたいんですけれども、まあ、AI 美芸研の公式サイト、Facebook、Twitter などありますので、よかったら Facebook で会員になったり、Twitter フォローしたりしてみてください。で、その他の情報としては、展覧会ではですね、人工知能美学芸術展、これは1月8日までなんですけど、会期中毎日、オイストエレベーターホールにて、人工知能音楽の先駆者として、近藤南画廊のピアノロール実演を行っております。12時半からです。12月9日今日ですね、今日はここにいるのでやってません。あと12月13日から17日もちょっとやりませんが、あとはやってますので、ぜひお越しください。で、シンポジウム、1月6日7日8日とオイストの講堂で行われます。著名な先生をお招きしております。あと中垣俊之先生は年金のご研究でイグノーベル賞を2回と取られた先生ですね。あとそれからいろいろあるんですけれども、ここのいろいろ掲載ギャラリートークと、ここをちょっとクリックしますと、これは僕がまとめている AI 美芸展の展覧会のページなんですけれども、まあ、その中に新しくこの項目作りました。オイスト側でですね、Putting the Art in Artificial Intelligence という、英文で読むと大変素晴らしいですね、レビューを掲載していただきました。草刈の作品、中沢の宣言、あと南華楼の写真などなど、これはチンパンジーの会話ですね、あとスマホロボット、これは道谷健二先生などなどについて、結構いい文章が載ってるんですけれども、これには、日本語訳もあります。日本語訳より英訳の方が僕はすっきり入ってくる文章だったんですけども、まあ、日本語訳もあります。で、あとそれから、ギャラリートーク、これは
トゥゲッター YouTube とありますけど、まずトゥゲッターの方だと一望に見れるのでお出ししますけど、これはギャラリートークとして、ただ僕が一人で観客なしというか、カメラに向かって今撮っていただいている方に向かってギャラリートークをしました。これ1個ずつ載ってまして、これはもう QR コードも発行されましたので、キャプションのところにその QR コードを貼ってですね、そして、ここのところに行けるようにしたいと思います。全部これは動画です。例えばですね、これらがあって、これで終わりではないですね。残りを読む14ですから、あと14個くらい、なんか僕がいろいろ解説をしてるんですけれども、そうか、例えば、これは建築家の松川、さんのものですけど、ここでクリックしてもいけなかった。ここで写真の一覧が分かると思いますけれども、これが YouTube の、プレイリストに載っけられております。で、これだとちょっと画像小さくなってしまうんですけど、 YouTube の動画だということがよく分かると思いますね。で、こういった形でですね、建築家の松川翔平さんの前で、僕がこのように喋りながら、今音声つなげてないので別に、つなげなくていいです。こうやって僕が喋りながら松川さんの建築作品の中に入り込みながら解説をしているというようなものが映っていたりとかします。で、あとですね、いろいろなメディアにも掲載していただきました AI 解明総合芸術展沖縄タイムス、美の探求沖縄タイムスなどなどですね、これはテープカットのところですね。ここは草刈りの絵が載ってますね。今たまたまツイッターのところが出ましたけれども、他にも、いろいろ載せさせていただきました。載せていただきました。あと琉球朝日放送でニュースにも載りましたので、そちらの方もウェブからたどることができますなどなど、たくさんこういったところからクリックして楽しんでいただければと思います。で、楽しんでいただくときっとあなたも、沖縄に来たくなる。で、きっとあなたも、恩納村まで来たくなると思って、むしろ積極的にSNS などでの発信をしていきたいと思っております。ということで、ちょっと長くなりましたけど、僕の小講演というか、紹介みたいなものですが、終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。で、質疑ですね。質疑の時間がこのまま、あと5分くらいあるんですけど、何かご質問とか終わりだったりしませんでしょうか。はい、今日質問の時なんですけれども、ちょっとお願いがございまして、皆さんにぜひマイクを通してお話しいただきたいと思ってるんですね。で、今日ユーストリームでも生放送していたりですとか、動画の配信もございますので、皆さんのお声もよく聞きたいなと思っております。で、なんでそこまでくどく言ってるかというと、ここまでしかちょっとコードが伸びないため、ご質問ある方、前の方に来てお話しいただけると非常に嬉しいです。よろしくお願いします。どうしましょうね。自分で突っ込んで、はい、貴重なお話ありがとうございます。ありがとうございます。今、人間工学、機械美学が、人間が追いつかなくなってるっていうふうなお話があって、はいはい、どんどん機械学が進んでるに対して、人間美学っていうのは、並列にこう追いつくっていう、こうどんどん変わってきてるのか、それとも衰退してるのかっていうところっていうのは、実際どういうふうに見解をお持ちでしょうか。はい、
僕もポレミックな言い方をしてまして、追いつくか追いつかないかっていうのはどっちが先でどっちが遅れてるみたいな言葉を内包してるので、本当はそこを批判していただいて大丈夫なんですけれども、別に機械美学の方が進んでて人間美学が遅れてるみたいな書き方みたいな文章だったんですけど、本当はどっちが進んでるとか遅れてるとかじゃないわけですよね。で、要するに人間から見て機械がやってることが全く他者になってしまって全く無関係になってしまうのか、あるいは関係があるのか、あるいはやっぱり追いつけない対象として考えるのかとか、いろいろな問題が出てくるんですけれども、質問に立ち返りますと、例えばエッフェル塔の美学、エッフェル塔というものは汚いものと見えていた人も今ではそんなふうに思う人はいなくなったというような形では人間美学の方はどんどん変わってきていますね。で、それが常に追いつくっていうのが今まで信じられているんですけれども、本当は追いつかないという時点があり得るのではないか、あるいは理解できないという時点があり得るのではないか、で理解できない時にどう考えるべきなのか、でそれは他人というか、他者だから無関係のままで全然いいのかもしれないし、あるいはそうじゃなくてそっちの方が優れてるはずだから自分が間違ってると思って、AI 占いみたいな AI 神様みたいな感じになってただ盲目的に信じていくようになるのかなどなどいろいろあると思いますが、僕はかなり AI が神様みたいな存在に思えてしまって、そして、そこに人間が自分で考えることめんどくさいやっていう風になって追随していくという、未来をがかなりあり得るのではないかと思っています。でそれは、話し続けちゃっていいですか、ちょっと長くなります長くなってしまいますけれども、ですね、どっから行こうか、僕のホームページの中でですね、ここに、スライドシェアがあるんですけれども、今まで自分が作ったパワポ、 AIB 経験で発表したパワポなどが、いくつかここに収められていまして、これですね、価値と君主性と AI 占い、これは、第7回 AIB 経験の時に出したものなんですけれども、ですね、ここだと、どこだっけ、このごめんなさい、こんな図を出してきてるんですけど、もっとこの辺までいけるのか、この辺までいける、長い歴史として、見るとですね、そうすると古代、民主制があって、その後君主制が出てきて、一神教が支配して、これ西洋の歴史ですけど、でその後また、君主制に戻って、その後民主主義の時代になったというような感じで見ると、結構民主主義というのは特殊なものなんですよね。でその民主主義じゃなくて結構君主制を軸に考えた方が良かったりして、ここ今現代と古代はかなり似てるんですけれども、その古代の民主制がなぜ崩れたかというと、民主主義になるとデマゴーグなどなど、あとそれからソフィストが出てきて、結局強いツイートしたやつが勝ってくる、今のトランプさんに似たような状態になってきて、でそうすると州軍になって、で結局その時にむしろ君主に頼った方がいいんじゃないかみたいな考え方が出てきて、実際にその時君主制に移行したわけなんですね。で今そこに似てると思うんですが、その時に 次の誰が頭がいいかみたいな、でその人にむしろ委ねてしまうみたいなことがなった時に、もう AI に次の政治の舵取りをさせて、
そしてそっち側に流れていけばいいじゃないかみたいなようなことっていうのはかなりありうるんじゃないかと思っています。ちょっと話を脱線した答えになりましたけど、はい、ありがとうございます、はい、うん、そうですね。じゃあ、いつの間にかもう時間を過ぎてたので、じゃあこれで、僕の講演は終わりとして、他に質疑が終わりの方は後の全体討論の時にお話ができればいいかと思います。では、どうもありがとうございました。はい、皆さんこんにちは。どうもこんにちは、広島県福山市からやってまいりました、串野テラスの串野信正と申します。僕はですね、なんだかよくわからないけど気になって仕方がないものということでお話をさせていただきます。アウトサイダーキュレーターと自ら名乗ってまして、アウトサイダーアートと呼ばれる気になってしょうがないものを追いかけてるんですけども、今日のですね、ボイストにあった展覧会みたいに、どうしてもアウトサイダーアートやアレグリッドというと障害者のアートばかりに日の目が当たってしまっていて、まあそうじゃない、そこからこぼれ落ちた、まだ拾い上げられてない皆さんが見て見ぬふりをしているようなものを、日々ですね取材していろんなところでこう社会に紹介しています。で、串野テラスというギャラリーを広島県福山市でやってるんですけども、今日はですねせっかく沖縄で喋らせていただくんで、沖縄の話題から喋ろうかなと思ってます。これですね、山田水車屋というとこなんですけど、知っている方いらっしゃいますか？お一人だけ、あ、お二人、はい、行かれたことありますか？ないですか？ああ、中澤さんありますか？ないですか？恩納村のオイストから車で10分のところにある、沖縄最強のアウトサイダーアートスポットの一つかなと思っております。どんなとこかというとですね、このオーナーが中曽根総順さんという、70代の男性なんです。で、この人はもともと違う沖縄の場所でお蕎麦屋さんをやってたんですけど、10年ほど前から田舎でのんびり暮らすためにこちらの恩納村にやってきて、この山田水車屋というですね蕎麦屋を始めたと。で、これがすごく結構美味しくてですね、軟骨と卵入りのお蕎麦をすごく食べたんですけど、去年美味しかったんです。で、こういう水車小屋というだけあって、手作りで水車も作られてます。もうこの時点で相当すごいなと思うんですけど、はい、手作りですよ、はい。それで前はですね蕎麦屋も兼ねてたんですけど、今は蕎麦屋さんは他の人に任せて自分は他のことをしてます。それは何かというと、まあ、館内がちょっとしたこうテーマパークのようになってまして、こういうウサギなんかもあるんです。でよく見るとこう可愛いウサピョンいかがっていうことで販売してるんですよね売ってるんですここが結構衝撃なんですけど、まずまあそこが本題ではなくてですね、この人が作ってるのはこれなんですよね。皆さんから見て右側に、大きい塔みたいなものがあると思うんですけど、これは不要な電柱がですね何年か前に、彼がもらったんで、それぞれ1万円で買い取ってそれを有効利用しようということで地中に埋めたんです。で、これが出ている部分ですね。で、これで何を作ったかというと、バンジーの機械を作ったんですね、自分で。で、これが一応隣がお蕎麦屋さんということもあって、こういうふうにですね、まあ、メニューが書いてあるんですけど、一番上が半時なんですね。つまりご飯を食べたら半額で乗れるという500円。で、その次がバンジーですね。で、あと回転バンジーとか橋からバンジー飛び降りっていうのは17,500円というのは、他の場所に行って足首にロープをつけて飛び降りるという、まあ、ジョークのようなものらしいんです。で、実際にじゃあ乗ってみるとどんな感じかっていうと、まあ、これ、乗っていただいた感じなんですけど、ちょっと動画を撮ってきたのでご覧ください。僕の奥さんも実験台にしているんです。こういう感じですね。向こう側が崖なんですよ。相当怖いんですけど。何が今いいんか分かんないですけど。
まあ、こういう感じでですね、すごく怖いんですけど、クレーンを使ってこうテコの原理でやってるんです。で、行くたびに本当にこう遊びが増えてるというか、前はですね、人間を逆さ釣りにする機会があったりとか、本当に年々こう進化してるという状況なんです。で、この人のやっぱりいろいろインタビューとかお話を聞いた時の言葉で、やっぱり考え始めたら最後までやらなきゃいけないっていうのをすごい言われてて、であと死ぬまで自分やるはずだから適当なうちに死なないといけないよみたいなことを言ってて、やっぱりこうやらずにはいられないっていう人たちが世の中にはたくさんいるんだなっていうことを、まあ、最初に紹介したかったんです。それでですね、次がちょっとグッとテーマが重くなるんですけど、そういう人たちの中には、確定死刑囚といって、この世で死刑宣告を受けた人たちが実は絵を描いているという現状がありまして、僕は日本で初めてですね、死刑囚の絵画を一堂に集めた展覧会を開催したんで、死刑囚の絵画についてここからご紹介したいなと思います。で、死刑囚の方っていうのは皆さん、まずそもそもの話なんですけど、懲役刑とですね、死刑とは違うんですよね。懲役刑の人は懲役20年30年ということで、その人は刑務所に入ってるんです。で、死刑囚が入ってるのは拘置所なんですよね。それで、これが実際に公開された、死刑囚の部屋の画像なんですけど、基本は独居房で、まあ、4畳ほどしかなくて、ほとんどが冷暖房がついてない部屋が多いということですね。あとは、一部屋ごとにですね、部屋が空いてるんですよね。隣の人とひそひそ話をしたりとか、中でいろんな脱出じゃないですけどね、作業をしないためにそういう風になってます。で、半年ごとに展望といってお引越しがあります。で、あとはですね、運動は、日も決まってて、それからお風呂の日もちゃんと決まってるという、かなり徹底した管理された生活を送っているということですね。で、これが死刑囚の生活なんですけど、まあ、面会室に行くこと以外、死刑囚は独居房と運動場、入浴場がほぼ全世界ということです。これは心情の安定と言われてまして、つまり死刑囚の人はですね、心を穏やかにして死を迎え入れるように受け入れなさいよということで、心情の安定という言葉がよく使われてます。で、皆さん映画とかですね、アニメの世界でしましまの服を囚人の方が着ているんじゃないかと思ってるんですけど、そんなことはなくて、死刑囚は私服なんです。だから服装も自由だし、髪型も自由です。で、基本的に何か欲しいものがあったら刑務官に頼んで、その自分はそこから出れないんで、代わりにですね、まあ、学校でいう売店のようなものがあって、そこに買ってきてもらうんですね。で、それが差し入れ屋というものがあって、それも全部検閲が入ります。あとは支援交流者というですね、弁護士とか肉親以外にですね、交流権、通行権が持てる人が5人まで限られてるんです。だから僕がですね、確定死刑囚の人とお話をしたいなと思っても、それは許されてないんです。だから会えないし、手紙も出せないっていうことです。で、ここが一番肝心なのが、死刑執行がですね、当日の朝、事前の告知なしに朝食後30分以内に執行されるんです。だから本人もその日の朝になるまで知らないし、被害者の遺族や肉親も誰にも知られることがないということですね。で、これがですね、刑場の、まあ、漫画で描いたような様子なんですけど、基本的には、刑が確定、死刑が確定してから半年以内に執行するということが決められているんです。で、法務大臣の人が印鑑を押すと、午前9時に通達があって、午後10時にはもう死刑が執行されるということですね。で、こうやって教鞭室みたいなですね、部屋に連れて行かされて、こういうですね、首を吊る台があって、で、こっちにですね、こういう感じでですね、ボタンが3つあります。で、その日の担当刑務官が3人同時にボタンを押すと、で、どこかのボタンが通じて、このパカッと開いて拘縮刑ですね、首吊りの刑になって亡くなってしまうということなんです。まあ、そういう死刑囚の実態を最初に皆さんに説明した上で、僕がですね、じゃあどうやって、死刑囚の人の絵画作品を集めたのかというお話なんですけども、これがですね、大道寺正史さんっていう方、年配の方はご存知かもしれないですけど、東アジア反日武装戦線で三菱重工ビル爆破事件の実行犯とされており、死刑が確定した人なんです。で、残念ながらですね、今年獄死された方がいらっしゃって、そのお母さん、大道寺幸子さんという方が、まあ、息子が
拘置所に入っているってこともあって、死刑囚のですね、もう少し中の生活を様子を外部に伝えたいという思いから、亡くなった後のですね、遺産をもとに2005年からこう死刑囚の表現展というですね、展覧会が開催されたんですね。で今は死刑囚の方120数名確定死刑囚の方日本の拘置所にいるんですけど、その中でですね、僕の本にも取り上げている方は大体42名の方が取り上げています。つまり3分の1の方が絵を描いているということです。で他の人はですね、瞑想したりとか、まあ、本を読んだり、小説を書いたり字を書いたりしているということですね。それとですね、基本的に先ほどのこの余剰一間のところでですね、死刑囚の方は座ってなきゃいけないんですね。うろうろしたり腹筋をしたりすることも禁止なんです。だから本当に活動が限られてくるということですね。あとは24時間常に監視されているという状況です。それでですね、ここからちょっと一回ユーストを切っていただきたいなと思いますが、音音と書いてネオンという読むペンネームの方です。この方は、こういう感じでですね、浮世絵の、名場面のように、これ富士山ではなくて、福島第一原発を描いてるんですね。だからすごい社会情勢を風刺したような絵を描かれている方もいらっしゃいます。で他にもですね、次にご紹介するのは、井上隆博さんという方です。この人は大牟の四輪連続殺害事件の実行犯の一人で死刑が確定している方なんですけど、これちょうど今タイムリーでしてね、全員死刑という映画がちょうど公開中です。これは話すとですね、上納金とか生活費に困った、暴力団の組織の家族ですね、お父さんお母さんお兄さん弟の家族4人がですね、一家全員死刑囚になったっていう日本国史上まれに見る事件を、映画化したものなんですけど、これがですね、そのお兄さんの方ですね、彼は彫師に憧れててこういう風なタッチの絵を描いてるんです。相撲取りだったらそうなんです、この兄弟は。でこういう感じですごくうまいタッチで、先ほどのですね、死刑執行ボタンをちょっともじってスロットマシンの図柄のようにして描いてます。ただもともとその美術を学んでたということは一切ないですね。でこれとかすごいんです。色紙に、エアスプレーを吹きかけたような表現をしてるんですけど、もちろんですね、そういう拘置所の中にそういうエアスプレーなんかはないので、何かの技法を使って本人が作ったものだと思われます。でこんな感じでですね、いかにも彫師だったとか彫師に憧れてたような表現を書かれています。続いてはお母さん、北村真美さんという方です。彼のお母さんですね。この人の絵はすごくポップな感じで、こういう感じなんですよね。すごくファンシーな絵を描かれています。でこれなんかすごくちょっと笑ってしまうような感じなんですけど、ワッショイ福光ゴミって言って自分の一家4人全員を描いてるんです。でアトムとかを描いてるんですけど、一番右端を見ていただくと分かるんですけど、 F っていう印鑑が押してます。これは検閲員なんですよね。全ての、作品は外に出ていくときに刑務官の検閲が入ってきます。で逆も同様ですね。でこれは F っていうのは福岡拘置所の印鑑です。二重丸が東京拘置所とかですね、拘置所によってこの印鑑が違ってきます。で北村隆さんという彼の弟ですね、もこういう感じで絵を描いています。つまり一家4人いるうちの3人が絵を描いて応募しているという非常に珍しいケースですね。で続いてはですね、埼玉連続4人殺人事件の風間博子さんですね。この方も冤罪を主張してるんですけど、これはですね、もしかしたら映画で見られたこともあるかもしれないですが、そのシオン監督が冷たい熱帯魚という映画で昔映画化したことがありまして、それのですね、旦那さんはもう亡くなられた関根さんという方だったんですけど、その方の奥さんですね。この方もですね、全く拘置所にいる間に絵心はなかったんですけども、こういうふうにですね、鉛筆を使ってものすごく巧みな超絶技巧的な絵を描かれます。で続いてはですね、これ連作なんですよね。井戸の中から、見上げた風景と、これ下がこうなってるんですね。よく見るとちょっと暗いんでわからないんですけど、全てですね、手が死に染まってる跡で井戸にこう登ろうとしてる風景が見えています。
でなぜか足の裏だけが真っ白いんですよね。で他にもこう地雷原の中を歩くような少女の姿とかですね、すごく、拘置所の中に入ってから急に絵画に目覚めたっていう方が本当にたくさんいらっしゃるんです。でそれからですね、次が、坂本一家弁護士殺害事件のですね、宮前和明さんです。これ名前を聞かれてピンときた方もいるかと思うんですけど、オウム真理教の元幹部のことですね。この方も死刑は確定してるんですけど、まだ執行はされてません。今56、7歳なんですけど、こういう色紙にちょっとこうカルトっぽいような感じの絵を描かれたりとかですね。でこの人は、死刑囚の表現展がですね、10年目を迎えた時に自分で何を出そうかっていうことをすごい考えられて出された作品がこれなんですよね。これ服そのままを出されてて、これだけ見るとですね、すごく継ぎはぎだらけの服で、まあ、デザイナーズブランドのように思われるんですけど、彼は宮前っていう、もともと岡崎和明さんだったんですけど、拘置所の中でですね、出家のようなことをしまして、今宮前姓に変わってるんです。でこの人はですね、そういう感じでサムエを着てるんですよね。でこれなぜこれを出したかっていうと、洗濯ですね、拘置所の、死刑囚の方はですね、洗濯をするのもお金がかかるんですよ。で自分で服を洗おうと思ったら支援交流者の人に宅下げって言って洗濯物を預けて外で洗濯してもらうか、お金を払って、署内で洗濯してもらうしかないんですね。で署内で洗濯してもらうと集団でこう回っちゃうので、すぐ服がボロボロになってしまうんです。そうなった時に、死刑囚の方々は刑務官からですね、針と糸を借りてひたすらですね、こう縫っていくんですよね。だから最初はですね、長袖だった服がどんどん七分丈、八分丈に10年かけて短くなったっていう、本人がですね、この生きてきた証っていうのを、この服を作品として出しました。で他にもですね、これ鉛筆で描いてるドローイングなんですけど、めちゃめちゃうまいんですよね。彼も別にその獄中に入る前に絵を学んでいたという経験はないんです。であとはですね、こういう感じで、よく見るとですね、上の方に iPad とか iPhone とかですね、自分はちょっと社会情勢を拘置所にいるけど知ってるよというふうな絵を描かれてます。で普通はですね、画用紙とか色紙が、そういう拘置所内の売店で売ってて、こういう大きな紙は手に入ることができないんです。で宮前さんだけはですね、こういう紙に書いてまして、これはどうやって書いたかっていうことで、まあ、支援者を通じて本人に尋ねるとですね、大きな和紙の紙を、手紙として入れてもらってたんです。昔和紙にですね、ちっちゃく文字を書いて手紙として入れて、それを本人がですね、中で消しゴムで消して真っ白な状態にして、その上から書いたっていうことで、こういう長いロール紙のような和紙を何枚もストックされてました。で今はもうそれができないんですけど、で他にもこれですね、タンジブルっていう脳幹とチャクラを描いた、これ結構新作なんですけど、これ実物を見るとですね、画像では分かりにくいんですけど、すごく和紙なんですけど、シワクチャになってるんです。でこういうですね、シワシワの和紙って売ってるんですけど、彼はですね、これもみ和紙の技法で手で3ヶ月かけて揉んだんですよね、拘置所の中で。で彼のこだわりとしては、このチャクラの部分だけはシワ一つつけないように配慮したということです。でこれは何のためにやってるかというと、やっぱりこれ入選作品で応募してるんで、より審査員の人たちをですね、自分がレベルアップした技術を見せたいということで、こうどんどん技術を拘置所の中で向上させてるんです。でこの絵に関しては、このチャクラの部分にですね、絵の具が使われた形跡があるんですよね。最初に説明したように、絵の具は手に入らないんです。じゃあどうしたかっていうと、色紙にですね、アジサイの絵を外の人に描いてもらって、それを顔彩で描いてもらってですね、中にそれを入れて太陽の光でですね、溶かして絵の具に戻して、それでこう使ったというですね、恐るべき執念が垣間見えるという作品ですね。で続いてご紹介するのは若林和之さんです。この方は42名のですね、僕が展示した出展者のうちに唯一絵心があった人ですね。拘置所に入る前に
彼はあの車のイタシャっていうアニメのイラストを描いた車の、まあ、デザインなんかをしてたっていうことなんで、すごくですね、あの絵がうまいんですよね。こう自画像とかですね、ちょっとこわもての感じで、ガルフィーを着てるのがポイントですよね、やっぱり。あれ、これは何ですか？これは鉛筆ですね、はい。であとはですね、これはがきに描いた作品で、あのいわゆる刑務官に全て覗かれてるということで、まあ、マスターベーションしてる様子も覗かれてる、だからプライバシーもないよっていうことをちょっと訴えるために彼はこういう絵を描いてます。あとはこれ、仏画ですね。仏画もですねすごくうまいんですけど、これは黄色いのはですね普通の文房具の蛍光ペンを使ってます。蛍光ペンとボールペンです。それからこっちがすごく面白いのが画用紙に描いた作品なんですけど、上の方に見るのがですね富士山で飛騨高山のような風景があって、線路にですね犬が2匹いるんですけど、すごくのどかな田園風景かなと思うとですね、なぜかランボルギーニが止まってるというですねおそらくですね彼のこの脳内の理想郷を自分で構成して描いたんじゃないかなと思います。それからですね、あとはこれですね。彼はですね、いろんなペンネームで応募してたんですけど、なんとですね、中で漫画を描いたと。しかも連載漫画、獄中物語その1っていうですね、死刑囚の人がトイレに行ったらこう手に汚物がついて汚いいてっていうですね、このフォントも全部手書きなんですよね。こういうものをこの人描いてたんですよね。でこれがすごいのがですね、僕はちょっと気になって調べるとですね、昔少年ジャンプにろくでなしブルースっていう漫画が連載してまして、そのですねろくでなしブルーチのこのコマなんですよ、これなんですよね。これ全く同じなんですよ、まあ、おそらくこの漫画を見てこうコマ割りとか全部書いたにもかかわらず、全てこっちは手書きで書いてますから、フォントから何から。あれ、これ漫画は原作は刑務所の刑務所や工事の中で見れるんですか？外からおそらく支援者から差し入れてもらったものだと思います。でこういう感じで書いてたりとか、あとただですねこの獄中物語1が、2がなるとですねすごく過激な内容になってまして、拘置所死刑場のアコーディオンカーテンは音もなく開閉するみたいなんですね、うん、すごく社会に向けて訴えるようなことをずっと書かれてるんで、早く死刑執行されちゃいまして、今もうこの世にいらっしゃらない方ですね。でそれからですね、次が秋葉原の差別連続殺傷事件の加藤智弘さんですね。これは2008年の事件なんで皆さん記憶に新しい方もいらっしゃると思うんですけど、今34歳です。で彼はですねすごく、まあ、ネット業界でも神のようにもてはやされた方でして、こういうですね、これが作品のタイトルなんですね。教養はなく言語表現能力も周囲以下のくせに文字入力しかできないほにゃららってずっと書いてあって、でいろいろですね、結局何が言いたいかというと、数字を手がかりにドットを復元する数字パズル、イラストロジックを制作することだというわけで早速やってみた。カンコレっていうですね、ちゃんとこのマス目でですねタイトルが全て終わってるっていう、すごく論理的な感じの作品なんです。でこれが実際作品なんですね。これイラストロジックなんですよね。でこれはだから左に1だったら左に1個黒丸がいって右側の黒丸通ってこうずっとなっていくんです。でこれ実際やってみるとこういうイラストがどんどん出てくるわけです。でこれ何かというとですね、カンコレっていうですね、艦隊コレクションというアニメが今流行ってるんですけど、これのキャラクターをですねどんどんこう出てくるように彼は考えてやってるんです。はい、まさに今回の展覧会に出展しててもよかったような。はい、そうなんです、まさにぴったりじゃないかなと思うんですけど、はい、作品を今も作り続けられてます。それからですね、他にはですねまたペンネームで闇鏡さんという方がいらっしゃいます。この人はですね面白いんですけど、便箋に書いてらっしゃるんですけど、生きてなお水も食事もままならぬ方々へそに熱き味噌汁ってあるんです。これ僕は個人的にすごく好きな作品でして、これはですね何かというと、スロットマシンの図柄のように見えるんですけど、
これはその日の朝食で出た味噌汁の具なんですよね。それを調べて自分で書いてるんです。これはすごく究極の光源学だなと思ってて、でしかもこの11日から始まってるのは 3.11 の日なんですよ。2011年3月11日から100日間自分は生きることができましたということで、だから生きてなお水も食事もままならぬ方々をよそに熱き味噌汁というタイトルになっているという、すごくまあ見てるこっちがドキッとしてしまうようなアート作品になってます。それからですね、どんどんいきますが、次はですね、原雅史さんという方です。この方はですね、すごくアウトサイダーアーティストに近い作品を作られていますが、こういう作品ですね。必ずですね、特徴としてはヌードの、女性のヌード、裸体を描くんですよね、画用紙に。で、あとプロパガンダ的なですね、いろんな言葉を画面を埋め尽くしていくんですけど、なぜかその余白に必ずゆるキャラを描くという特徴がありまして、いろんな動物とか可愛いものを描くんです。でこう僕がやった展覧会がですね、当時すごく話題になりまして、2チャンネルで、このですね女優さんはこのパッケージだよって教えてくれた人がいるんですよねまさにこうこれなんですよね。ただもちろんこのエッチなビデオを見て描いたわけじゃなくて、おそらく週刊誌とかなんですよ、後ろの方のページにちっちゃい写真を見て描いたんじゃないかなと思います。で他にもですね、こういう感じで、作品はどんどん続いていくんですけど、ただこれ自身がですね、彼の言葉かといえばそれはそうでもなくて、まあ死刑囚のもとにはですね、いろんな団体からのやっぱ機関誌が届くんですよね。そういう言葉をまあ模写して埋め尽くしてるんじゃないかなと思います。ただ本人はですね、ほとんど書く紙自体にはこだわってなくて、本人宛に届いた通知書の裏面とかですね、すごく紙自体にもこだわってないところが僕はなんかちょっとズズズッとしてしまいますね。それからですね、次は松本健二さんという方です。この方はですね、犯行当時39歳で今60代半ばの方なんですけど、この人はですね、少し知的障害があるんですよね。でお兄さんも少し障害があったそうなんですけど、お兄さんがですね、愛人と揉めまして、でトラブルでこう愛人を殺してしまうんですよね。で弟である健二さんが、それを手伝ってしまったと。でお兄さんが死刑囚でですね、捕まる前に自殺してしまって、で弟のこの健二さんだけが残されてしまうんですよね。でそれで、まあ、障害があるんで、まあ、死刑囚になってしまったというですね、悲しい方なんですね。でこの人は三色ボールペンを使ってある支援者に向けてずっと描いた絵がたくさんあります。平成16年の作品なんですけど、すごくグラフィック的に面白い作品なんですよね。三色だけでこうやって描いてるっていう、便箋に描いた作品なんですけど、まあこういう中にはちょっと面白いような、何かやっぱり CM とか広告もですね、1ページを見て描いたんじゃないかなっていう、デザイン的に面白いような、まあ、作品です。でそれからですね、最後にご紹介するのが、松田康俊さんという方で、この人は2007年に死刑確定して2012年に執行されています。もうこの世にはいらっしゃらない方なんですけど、この方もですね、僕はすごく一番、ちょっと推薦したいと言ったらおかしいですけど、すごくデザインセンスが面白いなという方なんです。彼がですね、最初期に描いた絵がこの告げの木っていう作品で、2006年の作品です。今から11年前ですね。色紙の中央に、まあ、盆栽のような作品を描いてるんですけど、これだけでもちょっとなんか面白い色彩感覚をお持ちだなって僕は思うんですけど、それがですね、次の年になると、このまな板の上の鯉ならぬまな板の上のフグっていう作品を描くんですよね。で包丁がちょっと見えてたりとか、ドキッとしてしまうような、まあ、作品なんです。で同じ年に描いたのがこれですね。同じく色紙に描いたんですけど、これ皆さん見たことがあると思うんです。資生堂のノエビアの CM のキャラクターなんですよ。でこれだけ見るとなんだ普通じゃないかと思うんですが、ところがどっこいで、これを近づいてみるとですね、これ分かりますかね、パズルのピースのように見せてるんですよ。分かります、意味が。だからつまり色紙を、芯の出ないボールペンを使ってジグソーパズルのようにですね、トリックアートで見せてるんですよ。
で何のために彼はやってるかというと、この松田さんが決定的に違うのは、他の死刑囚の方はですね、やっぱり自分の意見が社会に出る唯一の機会だっていうことで、自分は冤罪だとかですね、やってないとか、いろんな主義主張をする人がほとんど多かったんですが、この松田さんだけはですね、あの審査員の方たちをびっくりさせてやろうとか、楽しませてやろうという思いで作品を作られてたんですよね。だから毎年思いもよらない発想でどんどん面白い作品を作られてました。例えばこれですね、パパがやきもちに明けましておめでとうなのだっていうですね、あの色紙にバカボンのパパを書いてるんですが、これもですね、実は書いてるんじゃなくて貼り絵なんです。これもご本人の手紙で分かったんですけど、ちっちゃいですね、折り紙のような紙に芯の出ないボールペンをくっつけて、そうするとその先がですね 0.01 ミリぐらいの紙片がつくんですよね。それを一個一個糊で貼っていくんですよ。で、先ほども言ったように、死刑囚っていうのはいつ死刑が執行されるかわからないんです。もしかしたら明日の朝死ぬかもしれないんです。そんな状況の中、僕が死刑囚だったらバカボンのパパの絵を最後遺作として残すかというと絶対残せないんですけど、彼はもうこんなのも平気でやっちゃうんですよね。で、ちゃんと右端にですね、松田康俊なんて YM っていうですね、自分のロゴまで貼り絵で作ってるんです。これ拡大するとこういう感じでですね、一個一個こう貼ってらっしゃるのはすごくわかると思うんです。で、そんな彼がですね、2007年の同じ時期に1枚だけ日本に死刑制度がある限りということで、あの死刑廃止のような絵を描いたことがあったんです。で、僕はこれはなぜなんだろうってすごく疑問に思っていろいろ調べていくとですね、どうやら2007年っていうのは彼の死刑が確定した年なんですよね。だから拘置所に入って自分の死刑が確定した瞬間に一瞬だけ多分心が揺らいだんじゃないかなと思うんです。彼は冤罪の疑いとかそういうのは出てた人ですか？ちょっとね、障害がある方なんですよね。でも冤罪の方向ではないと思います。あとこの作品の説明はさっきちょっと分かりにくかったんですけど、はい、どういうふうな特殊な技法？これはだから色紙に書いたものなんですが、はい、色紙にパズルの一瞬見るとパズルのように見えるんですよね。はい、で、色紙にわざと芯の出ないボールペンで押し付けて、ジグゾーパズルのような凹凸の型を作っている点が素晴らしいということです。で、それでですね、どんどんやっぱり描いていくと、あのこの人もそうなんですけど、大きい作品を作りたいって人間誰でもやっぱり思うんですよね。ところが大きな画用紙を手に入れることができないし、仮に手に入れてもそれを外に出すことができないんですよね。で、これは実はですね、あの20枚とか16枚ワンセットの絵なんです。こういうですね、 A4 のコピー用紙ぐらいのサイズを全部つなげた絵なんですよね。で、同じような作品がこれですね。これが20枚つなげた作品です。一つ一つはここの部分でこう切れてるんですよね。で、ただですね、先ほども言ったようにつなげたまま大きなサイズのまま外に持ち出すことは検閲が通らないので、彼はどうしたかというと、これを拘置所の中でバラバラに作りまして、裏に指示書が書いてあって、1番と4番を縦につないでくれとか、2と4を横につなげっていうことで、指示書をもとにこういうものを作ったと。だから本人は完成したところを見たことがないんですよ。このままで何を？これは結局、よく見るとですね、交通事故にあったりとか、あの蜘蛛の糸でですね、助かったりとか。でもこの多分右端に見えるのは、ちょっと韓国の女性アイドルグループのような感じだったりとか、ちょっとなんか人間マンダラの要素、輪廻転生のようなおそらく図なんじゃないかなと思うんです。で、そんな彼がですね、もう晩年本当に亡くなる直前に残した作品がこちらですね、万年カレンダーという作品で、つまりあの本人は最終的に立体を生み出そうとしてたんですよね。で、これは明らかにあのカッターナイフとかそういうものを使った形跡があるんです。もちろんそういうものは拘置所の中では手に入れることはできないんだけど、おそらく彼が模倣囚として認められてて、こういうものが使う許可があったんじゃないかなと思います。まあそんな感じでですね、こういうですね、閉鎖的な環境に入れられた人が急激に絵を描き出すっていうのがすごくやっぱりあるなって思ってまして、今日ちょっと皆さんに一つご紹介したかったんです。
で、ここから話をガラッと変えまして、皆さんどんよりしてるんじゃないかと思うんで、ちょっと違う人の話をしたいなと思います。次に紹介するのはですね、僕が近年取材した中でも一番の化け物級の、アウトサイダーアーティストだなっていう方をご紹介したいんですけど、彼です。彼は宮城県の、白石市にお住まいで、お名前がですね、ペンネームでひらがなでケウケゲンという名前なんです。で、もしかしたらお笑い好きの方は聞いたことがあるかもしれないんですけど、あの NHK のですね、携帯大喜利っていう番組がありまして、視聴者があのネタを投稿するんですよね、携帯電話で。でそれで採用された人たちの中で、チャンピオン大会があって、それで優勝したらレジェンドっていう称号を得られるんです。でこれね、レジェンドオブレジェンド、つまりチャンピオンの中のチャンピオンになったこういう人だったりとか、あと人志松本の一本グランプリっていうですね、テレビがあるんですけど、大喜利の。例えばこのドラマ「おばあちゃん探偵田畑光代の決め台詞を教えてください」、これで実際にケウケゲン採用されてまして、よそはよそ、罪は罪みたいなんですね。実際にこう、とにかくお笑いが彼は大好きなんですよね。でなぜこうお笑いが好きになったかというと、小学校5年生の時にお笑い番組を何回も見てハマったことがきっかけで、中学校1年生の時からですね、このノートの背表紙に当時ですね、爆笑オンエアバトルという NHK で番組がやってまして、その1年間のですね、オンエアされた芸人をひたすらこう書くという作業を自分に課してたんです。でよく見るとですね、こう後ろの方に鉛筆で消した跡がありますよね。でこれは何なんですかって聞いたら、あのこれは昨年のものなんですと。つまり1年経つごとに彼は消しゴムで消して上から更新していってるんですよね。で普通今だとですね、パソコンの Excel とかでそういうものは管理しようと思うんですけど、彼はなぜかノートの裏表紙にやってると。だから一見見るとですね、あのヒエルゴリフのようなちょっと怪しい雰囲気も漂ってるんですけど、そんな彼がですね、中学校1年生の時からあのお笑いが好きで我慢できなくなって始めたのがこれなんです。これ分かりますか？広告の裏に、彼はお笑いが好きすぎて中学校1年生つまり12、3歳から25歳の今まで12年間架空芸人を作り続けてるんです。でそれが枚数を数えると、1000組以上あります。しかも全部本人が暗記してるんで言えるんです。ちょっとですね、今日はその動画を見ていただこうかなと思うんですが、ちょっと待ってください。カーソルが出てこない。ちょっと待ってくださいね。出た出た。ちょっと見てください。あ、これはバフアルデンテ、これはイメージとしてはホリプロ所属のトリオでして、こっちの人が結構キャラの強めのキャラゲンが強めのコントをやってこのキャラで、この人が割と冷静なツッコミで、この人がその間を取り持つタイプのボケをするっていう感じです。イメージとしては大阪で活動していて、ホリプロに移籍して上京してきてホリプロに移籍していったっていう設定があります。はい、はい、これは、はい、激烈露出なんで、はい、これはイメージとしてはわら削りにの漫才シーズンに出ていたっていう設定なんですけれども、はい、これ2人ともギャグマシーンっていう設定で、ま、漫才の一応大枠の設定はあるんですけれども、その一言一言にちなんだギャグをやっていくっていう設定です。ですね。じゃあもう最後一つ、はいはいはい、これはディープ風間です、はい、これはもう見て分かると思うんですけど、キャラ芸人ですね、はいはい、もうこれは本当僕は一番最初の方の初期に作った感じだと思うんですけれども、それこそなんかもう今思うと多分こいつ過ぎちゃうと同じ芸風ですね。っていう感じでですね、あの1000組以上全部記憶してまして、しかもすごいのはですね、ネタとか所属事務所、それから、芸風芸歴なども全て決めてるんです。でしかも所属事務所は実在してる名前ですね。例えばこのパーティーノイズっていう、コンビについて本人に聞くと、結成7年目トゥインクルコーポレーション所属とか、
僕ツッコミがくらいで僕が田辺とかですね、どっちが筋肉質でどうのこうのっていうですね、すごいそのネタの作り方とかですね、全部細かく設定してまして、一つのコンビについてネタを全部覚えてるんですよね。で、例えばですね、この間も漫才の大会が開かれたりすると、彼の中でも架空のお笑い芸人の大会が開かれるわけです。これがそのトーナメント表なんですけども、例えばホッピングランドだとレポートの提出期限っていうですね、ちゃんとネタがあるし、彼はネタが言えるわけです。で、この時の優勝者がこういう感じでですね、これはアンソロジーズというコンビが優勝してるんですけど、どんなコンビかっていうとこういうコンビなんですよね。で、全て設定がしてるっていうところがもう驚異的ですね。で、他にもですね、こういう例えばルイ・ドルヒっていうですね、左がメタル会長っていう、皆さんピンときてないのは架空だからピンときてないんですけど、こういうコンビなんかはよく見ると後ろでですね、鉛筆で消した跡があるじゃないですか。これは何なのって聞くと、実はこのコンビはですね、前トリオだったんですよね。それが仲が悪くなって組み直してると。つまり僕らの知らない間で経営権の頭の中でコンビを組み直したりピン芸人になったり、どんどん編集作業を行われてるんですよね。で、12年以上もやってると、吉本の若手芸人とかで名前が被る時があると向こうの方が後なんですよ。その時は気を利かしてこちらの方の名称を変更するって言ってました。それから例えばこのレシートの並んだレシートをですね、裏返してみると、その今度架空芸人の単独ライブが開かれてるんですね。セットリストですね、もちろんこれネタが全部言えます、本人が。だから将来の夢はお笑い芸人か放送作家になりたいんですけど、家庭の事情でですね、今サービスエリアで働いてるというですね、なかなかあと一歩が出てこないっていう感じです。で、こっちはですね、お笑いライブも東京予選とか大阪予選がいろいろ分かれてまして、こういうのもですね、紙自体にはこだわってなくて明治チョコレートの裏に書いてたりとか、それからこれですね、これは R1 グランプリの準決勝のトーナメント表なんですけど、後ろを見るとですね、本人のこのお忙しいところを恐れ入りますというですね、実際のバイトの面接の下書きが書いてあるというですね、こういう感じの人もいるんですよね。で、そろそろですね、ちょっと時間がなくなってきたので、最後にもうお一人だけ紹介して終わりたいと思います。もう一人はですね、僕が住んでいる地元広島県福山市の方を紹介します。これはですね、広島県福山市には芦田川水辺公園チャプチャプランドというですね、行政が、ものすごいお金をかけて中洲を公園にした場所があるんです。それが今はですね、こういうふうなもうジャングルの荒れ地のようになって誰も利用してないような状況なんですけど、そこのですね、河川敷にこういう感じでですね、あのミッキーマウスのマークを作ってる人がいるわけですよ。なんだこれはということで、で、これをよく見るとですね、近くに1台の車が止まってあると。で、中からですね、こう男の方が出てこられてて、この人が作ってるんです。つまり路上生活者なんですよ、ね、路上生活を送りながら先ほどのような模様を作ってて、まあ正確に言えば車の中に住んでるんで車上生活なんですけども、で、この方はですね、藤本雅人さんといって今64歳かな。もともと長崎でお生まれになって10年ほど前からこの福山の芦田川という河川敷で暮らされています。で、最初に来られた時はあのこんな感じでですね、あの草がボーボーだったんですよね。で、自分がやってきたところの周りをなんとかきれいにしようと思って、当時持てたキッチンバサミを使ってですね、この草を刈り始めるんですよね。こう駐車場を今でも整備してまして、花を植え替えたりとか、とにかく人の役に立ちたいということで、キッチンバサミだけでですね、こういうものを刈り取っていくんですね。で、3年前から始めたのがこの斜面をですね、自分なりにこの雑草アートというかですね、ミッキーマウスとかいろんなキャラクターをモチーフにやってるんです。これは何のためにしてるかというと、この公園を利用する人たちを喜ばせようと思って、このミッキーマウスとかですね、いろんなものを作ってます。で、最近ではですね、彼に援助してくれる人も現れて、こういうハサミなんかは買ってくれるんですけども、もちろんすぐにですね、角が丸くなっちゃって使えなくなるんです。で、これじゃあどうやって作ってるかっていうとですね、まあ下絵を描いて、その下絵をもとにですね、本人がコンパスのように中心を杭で打ち込んでぐるぐる周りを回っていくわけですね。それで草とか土に印をつけていくんですけども、
やっぱり上がってやってるのと下から見るのとでは違うんですよね。ミッキーマウスは最初はもっと楕円になっちゃったんで失敗してそれを修正したということです。で中にはですね、福山市の市章で市のマークも作られてたり、それからこうピノキオですね。ピノキオもね、最初本人に聞くとちょっと鼻が短すぎたんでもう一回草が生えてくるのを待って修正したということです。もちろんこれは草なんで残らないんですよ。でこういうものをですね、あのゴールデンウィークの連休中に合わせてこれが 100m 続くんですよね。でこれを一斉に揃えるために彼はやってます。ただ同時にですね、この手前の芝生も全部草が揃ってますよね。全て同時にやりつつこういうことをやってるっていう。で例えばこれは犬なんですけども、これの死体を見せていただくとこういう感じなんですよね。でさらにこの写真を元にしたっていうちっちゃな写真を見せていただいてこういう作品ができるわけですよ。で、こういう感じでですね、いろんな毎日されてらっしゃるんですけども、僕はですね、もちろん知り合ったのは最近で、支援者の人がこういう作品にですね、写真を撮ってくださった方がいらっしゃるんですよ。こうやってマリーちゃんとかですね、昔作ったやつですね、ドナルドダック、こういうものとか、長女とかですね、すごいんですよ、ね。でただまあ一個お気づきかもしれないですけど、あと1秒待てばですね、車がちゃんと通り過ぎた綺麗な写真が残ったはずなのに全部車が写ってるという感じなんですよね。で最後にですね、この人の、ちょっとインタビューがあるので、これをご覧ください。ショーでしょ、綺麗って、みんなが喜んでくれればそれでいいんですよ。それ以外のことは全くない。これこんな草伸びるものは人ないよ、誰だって、どっちか言うな、一遍作るんだったらな、なんか彫刻な彫刻で作ったのに、このコロナの方が、たとえ半年ぐらいかかってるのもな、そうですよね、これだって、それはいいよ、すぐ伸びて消えちゃいますもんね、まあ写真ぐらいは残るけどな、でもこの迫力にはやっぱり写真じゃね、いけないし、いろいろいろなのがあっても、でもそれでもやりたくなくて、覚悟ないとできないよ。根気がな、根気とか覚悟ないとまず難しいと思うよ、はいはいはい、だけど僕はまあ変な知識がないだけですね、やっぱ体が動くんですよ、まあ、小さな粘りがあるから、それでできる、これが金があって余裕があってない、何も知やったらしないと思うよ、僕も確かにな、これで工夫するのもやっぱり経済面がないからな、ないからやっぱりいろんなことでも工夫してあれだもん、あのミニバイクのスクーターみたいなバイクのタイヤを切ってやる表面、これあれ自分でつけたんですか。つけた、すごいですね、滑るからゴム、あ、というかバイクのタイヤだけもうでゴムだけ、はい、これで丈夫だしな、はい、それを切って針金でなんとか当たらんように止めて、すごいな、動かす、これでできる、あ、こちらで、できたらこれでこれでこれで踏み上げる。でここの土地がですね、あの国土交通省の管轄なんですよね。だから市からはですね、ここから出てってくれって言われてるわけですよ。福山市の人からもそういうね、生活保護した方がいいんじゃないかとか、家を初めはね、困ったら行為だけだったんで、いろいろ今までどうなかったか、どういう生活とか、はい、聞くだけのことでね、はい、ほんで受け入れ体制があるからな、はい、困ったら行為だけ、うん、だけど最近になってからね、去年ぐらいからかな、うん、もうあんたのことよく分かったからな、はい、もうあんたの気持ちだけでいいね、はい、あのそういう生活しとったら、もうそれでもうちゃんとできるから、うん、もうあんたのことよく分かったとか、言われてくれるけど俺はほんなら近くのとこに住むとこをね、幸せとってそこからここへ通えとかな、いうような条件ならまだいいけどな、はい、これやめるんだったらね、それは死にとっては関係ないよ、職員は。でもここはやっぱりみんな利用するとこは、はい、税金使ってきれいにしとかんのだもん、今まで。確かに確かに。ね、こういったどっちが国にとっても、喜んでくれることが一番いいんだから。僕にとってもいいけど、ここ利用者も、うん、もうそれは借金借金、ずっとかせよ、別の人も気にしてくれるも、遊びに来てほしいな、ここら。じゃあやっぱり人の喜びが、そうよ。これはね、うん、絶対ね、まあ、うん、野球で、ね、
選手が活躍して簡単に言うたりのこともあるから、はい、あの将来もね、それとはまた全然また違うね、実際参加してるからね、参加が現実にやってる、はいはいはい、これはね、やらんとな、分からんと思うけど、まあ、あのどうしてかさ、こう意識的とかその感じは分かるよ、誰でも経験がなかったもんな、どういう感じで人の喜ぶことを取ったりとかね、だけどやったことやる、そうね、簡単には見えるけど、戦争と一緒でね、戦争ともひどいの分かるでしょ、映像やと、昔の見たとしても、でも、現実の目の前でこう足が飛んでいったりな、それも全然違う、ね、映画で撮ったら全然違う、これやってよかったと思いますか、あ、本当ですか。っていう感じでですね、あのこの人は、生活保護を受けて他の場所に住みましょうということで福山市が打診してるんですけど、それを断ってるんですよね。でなぜかというと、それをするとこの斜面でこういうことをする人がいなくなるからっていうことです。だから明日自分の生活がどうなるかわからないのに、人のためにしかも誰が喜んでくれるかもわからないかもしれないのに、このしかも作品として残らないのにひたすら草を刈り続けてるっていうこの姿勢でですね、僕はすごく背中を押されるわけですよね。でそういう様子がですね、こういう本に書いてますので、最後宣伝になりますが、ぜひお買い求めいただければと思います。ありがとうございました。広島に見に行きたいなと話をしたんですけど、まあ、このような直接お会いできるってお話を聞ける機会すごく嬉しく思います。で、本にも書かれてるかと思うんですけど、どうしてそのアウトサイダーっていうところに目をつけるではなくて興味を持ちまして取材であったりとか実際に、展示っていうような形を行うような気持ちになったのかを聞いてみたいですね。やっぱりそれは逆に言えばなぜ皆さんがそこに目を向けないのかっていうのが僕はすごく思って、やっぱり今現代美術コンテンポラリーアートって言われてて同時代性っていうのがすごく重視されてますけど、僕は同時代性というのであればこの世のありとあらゆる全ての事象アウトサイダーアートも含めてやっぱり正当に評価すべきじゃないかなと思ってるんですが、それがですねやっぱりそのアートの枠の中にも入ってないっていうことにすごく疑問を感じてて紹介してるっていうことですね。今の質問に続けて話なんですけども、アートの枠に入ることで失ってしまうものもあるみたいな意見も一方ではあるんじゃないかと思うんですけれども、今のお考えだとアートの枠に入る方が、いいという立場からのお答えだったと思いますけど、とりあえずなのか、あるいはかなり本気なのか、あるいは条件付きでしょうか、答えたのかみたいなあたりはどうなんでしょうか。例えば、100年前とか印象派とかも当時ゴミくずって言われてたように、やっぱり美術史ってその都度ごとにこうどうなっていくかわからないと思ってて、僕は本気でですね自分が今紹介しているものがもしかすると100年後の美術史をメインストリームになってるんじゃないかなと思ってるんです。つまり今アウトサイダーアートと言われてるけど、それがインサイダーの方に組み込まれていく可能性もなきにしもあらずで、ただ言われているようにそのインサイダーのアートの危険性というか
やっぱりその収集と略奪の世界だと思ってるんで、その辺はすごく慎重にならざるを得ないなと思ってます。特にそれが障害のある方の場合、本人の意思が確認できない状況なので、その辺は慎重になりたいなと思ってるんですが、僕がですね、栽培にも今関わってくださってる方はほとんどがですね、社会的にも何かのアウトサイドにいらっしゃる方なんです。つまり何らかのきっかけで社会と断絶した方がすごく多くって、今もですね、もう毎日どなたかから連絡があるような状況なんですけども、そういう方がもう一回社会とつながるための手段として僕を使ってくれてるみたいなところがあるので、そういう一つの、まあ、福祉的な方策として、アートを使っていくのもいいんじゃないかなと思ってます。今の中澤さんの質問と絡みますが、その一つ、そのまず串野さんがその前に初めの質問者の方に答えられたのは、そのアートの中にそのアウトサイダーアートっていうのも組み込まれていいし、うん、場合によっては将来このアウトサイダーアートの方がセントラルになるかもしれない、はい、アートになるというようなお話です、うん、でそれに対して中澤さんは中に入るのはいいことなのかと、うん、いうようなこと言われて、それに対してその最後にその福祉という面からも可能性があるのではないと、これ福祉という可能性というのと、うん、アートとして彼らの作品が認められるというのは、これは問題はあるのに、そうは完全に別の問題ですね、はいはい、で重なることもあるかもしれない、うんうん、でこれやっぱりその何でしょうね、その時にアートの中に入るということと福祉ということと、うん、もう微妙な接点というのは、うん、アートの中に入るというのは健常者のアートみたいなものがあって、うん、あるいはインサイダーのアートというのがあって、うん、あるいはノーマルなアートという、うん、アートがあって、はい、それに対して、うん、ノーマルなものの外というものがそのノーマルの中に介入すると、うん、この前に介入の効果、異質なものが介入するという意味での効果と、うん、それと、その異質なものというものが将来その弱い立場をひっくり返して自分たちがセントラルだ、うん、でそうするとこの場合には今度友敵関係の政治的問題になりますね、うん、今までの中心を牛耳っていた連中を、うん、に対して自分たちが今度覇権を取るんだ、うん、これは政治問題です、うん、でそういったその政治問題やそれから社会問題、福祉といった社会問題ということと、中澤さんが初めに問われた、うん、芸術とその文化的な問題というものの、うん、この関係というのを岸野さんはどのようにお考えになるでしょう、そのバランスだとか、その上下関係であるとか。だからその辺が一番、まあ、正直難しいとこかなと思うんですよね、結局。だからそこはやっぱりすごく僕も慎重にならざるを得ないなと思うんですが、ただやっぱり僕としては結局今もそうですけど、何か搾取されてると思われるやっぱり関係性にはなりたくないなと思ってるんで、まあ、ちょっとお話ししたように僕はもうその展示運動ではなくて、もう少し美術を外へ拡張していくような表現者のもとを訪ねるようなツアーを今やってるんですけども、そういう違った方向で新しい切り口を開いていきたいなと、わざとそこをちょっとずらしていきたいなとは思ってるんですけど、それはとりあえず今の段階ではまずその介入ということで、異質なものをとにかくいろいろ広報して、それを紹介して、それで今までのその慣習化した日常性に対して何か別の世界の可能性だとか隙間だとか閉ざされていた面を彼らの作品と彼らの存在とともに広げていくということですね。障害者じゃなくて、先ほどの死刑囚の方なんですけれども、死刑囚の、絵画展を開く団体の存在がすごく大きいということが、はい、死刑囚の絵画というものができてきたことで分かるんですけれども、うん、それがなければ、うん、
内でまた別の団体が同じようなことをやってるのか、まあ、そういうの、そういう考え方はすなわち外国にも同じような事例があるんであれば、うんうん、多分あの普遍的に、うん、あのなんかそういうのがあると、まあ、そういう絵画展みたいなのを企画する人がいて、まあ、世界的にそういう傾向なんだろうかどうなんだろうかみたいなことをちょっと知りたいですね。すなわちあのそれがなければ何も表現が行われなかったのに、まあ、何らかの介入があったわけなので、はいはい、その介入ということがあの他国でもあるいは他の時代でも他の時代はちょっと難しいですけど、まあ、普遍、うんうんうん、ある程度普遍的なのか、うん、あるいは絵画展でなくて、うん、文学展みたいなことをやってるとか、うんうんうん、まあ、音楽はちょっと難しいかもしれないけども、うんうん、まあ、そういった他の表現形態で他の外国でやってるとかっていう事例とはあったりするんでしょうか。はい、先ほどちょっと説明不足だったんですけど、死刑囚の、支援団体がやってるのは基本的に絵とですね、小説なんですよ。絵と小説とか、あと詩ですね。そういう3つの部門があって、それに対して入選作品を決めていくということでやってます。で、それはですね、まあ、公開の審査みたいなところもありまして、割とこう壇上でシンポジウムが毎年繰り広げられてて、そのシンポジウムをテキスト化されたものが死刑囚にも届いてるんで、そういうものを読んで死刑囚の人は、まあ、じゃあ来年もうちょっとこうしようとかいうことで中でどんどんこう動いている状況です。で、他の死刑囚のですね、支援団体で絵画展をしているところは確かに日本でもあるんですが、ただですね、僕がこの、支援していただいている大道寺幸子基金のようなバラエティに富んだ作品もないんですよ。だからこの大道寺幸子基金っていうのが先ほども見ていただいたように漫画とか、ちょっとアニメーションのような表現とかですね、すごく多様性に富んでるんで、僕はすごく心惹かれた部分がありまして、やはり他の団体はですね、宗教画を描いてる人とか花の絵、生物画とかそういうもの、いわゆるなんか頭でイメージしていた死刑囚のアートっていうものだったんですが、今紹介したようなのはそこからこうちょっともうちょっと広がったような話ですね。あと海外、例えばアメリカとかでは、この間も銀座のバニラガードで CR キラー展というですね、ある日本のコレクターの方が、海外のシリアルキラーを一堂に絵を展示した展覧会が開かれてすごく大盛況だったんですけど、そういう国は基本的に死刑制度がないので、はい、シリアルキラーの人たちが自分でですね、外の人に絵を売ったりとか、割とこう日本とは違って、非常に制限が緩やかなんです。だから日本のようにすごく緊迫したような正直表現は見られないというのが僕の解釈ですね。向こうは画材も使いたい放題だったり、交流もできるんでっていうことです。結構特殊事例を見せていただいた。そうですね。あとは日本で言えば帝銀事件の平沢貞通さんが、まあ、テンペラ側でそういうやってたって事例はありますけど、まあ、そういうものを除いてはすごく特殊な現代のこの事例かなと思います。わかりました。はい、ありがとうございます。あと一つだったら、これは前からでもいいくらい、串野さんが死刑制度に反対するその根拠のポイントというのはどういうことでしょう。それと、はいはいはい、さっきあった他の方々と串野さんの間に、うん、その同じ死刑令反対であっても、うん、反対の根拠にズレがいくつかズレとかとかそういうのが生じている場合もあったら、うん、その例なんかも、うん、なるほど。僕は一応美術館という立場でやってましたので、基本的には死刑制度反対ということを公言してはないんです。あくまで中立の立場で、そういう死刑制度の是非運動は抜きにして、とにかく純粋に絵を見せるということだけをやってましたので、まあ、展覧会においては、その事件の背景とかですね、そういうことをほとんどキャプションには書かずに、作品名タイトルとかいつ死刑執行されたのみをやってました。ただ死刑制度、そういうですね、そういう立場を超えてというって聞かれると、僕自身としては死刑制度反対とかではなくて、ただ今のこの、日本の、あまりにもですね、こう遮断された、隔離され、閉鎖された状況っていうのはちょっと間違ってるんじゃないかなというのは個人的に思うということですね。はい、
実はあの時間が過ぎておりますので、そうですね、はい、じゃあここであの一旦休憩とさせていただいて、あの時間割をもうちょっと超えてますので、じゃあ休憩はどうしましょう。ここには時計がないので、皆さんご自分の時計で、4時5分前くらいまで休憩というふうにしましょう。はい、じゃあ4時5分前まで休憩としたいと思います。あの改めて串野さんに拍手をお願いします。どうもありがとうございました。それでは、定刻をちょっと過ぎておりますけれども、次は、藤井正美さんのご講演となります。先ほど言うの忘れましたけど、ご講演のタイトルはありましたよね。忘れた。AI は死の欲動を、実装できるかっていう。そうですね。AI は死の欲動を実装できるかというタイトルのご講演となります。それでは、藤井さん、どうぞよろしくお願いします。はい。藤井正美です。ここの AI 美が今回 の、 あの沖縄での大イベントの一番始まるきっかけに結果になった AI 美学芸術学研 AI 美芸研第1回目の時に、報告させてもらいまして、それで今日はここで第2回目ということになりますけど、実は、僕も先ほど報告のあった串野さんも、ご連絡があったら実は種を明かす3日前でした3日前に、3日後に沖縄に来て公演よろしく、宿や飛行機のも大体すぐ手配できますからみたいなこと言われて、で、普通はありえない話なんですよ、そんなことは。で、ね、おい、3日後というか正味は2日しかなかったんですね。で、夜ですから3日前の、ね、50分分の原稿を作れてるのかっていう。で、僕はすでにここで1回発表してますから、次にやるときにはもう思い切り煮詰めたものを展開したいと思ってまして、で、いや、まあでも一月前にお話したっていうか、一月半くらい前に一応ちょろっとはお話しあったんですね。で、非常に興味あったから、機会があればぜひ沖縄にも来てみたいと、で、そう思っていましたけど、何しろ大規模なイベントでとても皆さん忙しそうだし、ご連絡するのを遠慮していたって言ったら、突然3日前になって用意できましたのでこれで、しょうがないから、それでも今までと同じ話するのもつまらないし、まあ、串野さんの方は新しく初めて報告されるんで、あのようなきちんとした報告されましたけども、しょうがないから、まあ問題だけ考えていて、串野さんがこのような発表をされると、アウトサイダーみたいなことをされるで、ということであれば、それと AI との問題を、どこかでリンクさせるようなネタを作らなくちゃと、5分ぐらいで中澤さんの電話いただいてから、考えて、それも数時間以内にタイトルとレジュメよこせっていう無茶の難聴化の要求がいきなり先ほどの夜ありまして、でその日も寝不足だったんで、くたびれてないんですけど、寝不足はいと思ってしょうがないから、さっきの AI は死の欲動をインストールできるかと、実装できるかと、でこの話が先ほどの串野さんの話とつながってくるかもしれない。で、どのようにつながるかということはこれからお話していきますが、そしてまたこのような問題設定、死の欲動なんていう言葉もこの中でご存知の方いらっしゃいますか。死の欲動っていう、死の欲動ですね、欲望の欲に動機の動、死の欲動っていう言葉、誰もいらっしゃらないかな。中澤さんの美学、この研究会では以前 AI 経済学というような妙なことをやっていらっしゃる井上さんという方が、この死の欲動というのを一回テーマに扱われて、全然、世紀の東京でやっていたシリーズの前々回の時、今年の春先あたりだったっけね、井上さんが登壇されたのは、初夏か6月頃か、でその時に彼がやっぱりその死の欲動っていう概念を使われた。で、その時もまあ聞いている方で死の欲動っていう概念が分かった方はほとんどいなかった様子だったんですが、まあその死の欲動っていうのもどういう意味を含んでいるか、それは、おいおい説明いたします。そして、僕はどのような報告をするか、
ですね。これは先ほどの串野さんのさ、ご報告と非常に具体的で迫力のあった新鮮ないろんな、驚きに満ちた内容を出してくれたあの報告とはある意味対極的でして、恐ろしく抽象的な話です。で、哲学的なお話になります。そして、先ほどただこの哲学的なベースの話を初めに話された中澤さんの AI 美学、機械美学の話と、それと先ほどの串野さんのアウトサイダーアートの話と即興的に結びつけていくということを、即興的にやってみたいと。で、原稿を作る暇はなかったわけで、原稿の用意は基本的に、成田からここに来る間の2時間半くらいの間飛行機の中で、テイクノートした、それくらいしか用意はできていないんで、途中でさまざまな矛盾や混乱が出る可能性もありますが、まあ、もしそういったところは後々、1月ぐらいかけてきちんとした原稿にでも上げてネットにでも上げたいということができれば、お約束しちゃまずいな宿題出し損なうということはしょっちゅうありますので、子供時代からそれはそういう傾向がありまして、夏休みの宿題出さないでたら、新学期になってから夏の宿題数学出してないやつっていう校内放送があって、僕と5人の名前だけ、昼中校内放送されたというひどい、トラウマ的な記憶があるんですが、で、まあそれはともありですね、これからのお話しする上で簡単に僕の自己紹介しております。僕はあの、多分皆さん、磨きよりも、まあ、目の眼光鋭い方は簡単に見抜いてるかもしれませんが、ずっとあの十分に経年劣化していまして十分なもう骨董品レベルです。で、80年代にですね、画廊パレルゴンという画廊を東京の神田で開きまして、それで当時ニューウェーブと言われた世代、当時の20代の東京の若手の大学院生中心とした人たちを結集して、で80年代ですから日本でポストモダンということは言われ始めた時代で、先端文化の方では浅田彰やなんかを中心にニューアカデミズムというようなムーブメントが起こっていた時代で、その頃に、芸術の領域でもって、今までの日本の現代美術に感じていたバカバカしさや閉塞感を打ち破るようなポストモダンの動向を何とか組み上げたいと。で、それで画廊を作って、それで評論を展開したり企画をやったりしていました。ただそのうちやっぱり日本の芸術環境でもってそういった基本的なベーシックな枠組みを変えるっていうのの難しさっていうのに本当にいろんなところで直面しまして、自分の関心と得意の部門のところに専念することにして、あまり表での政治活動は苦手だったし好きじゃなかった。で、具体的な企画をやるというとどうしても政治活動やなんかが不可避になるわけですね。で、そっちの方はまあそれは得意な評論屋さんに任せることにしようと。で、自分自身はもっとあの本当に原理論的な研究の方にスライドしてきました。とは言っても美術に入り込んだ一番初めは画家になろうとしていて、芸大を目指して、絵の勉強をしていた。で、その途中でもって理論の方に転向したということもあるんで、そこら辺は単に純粋な理論ってわけでもないんですが、でそれで長いこと経って、この AI 美芸研でもってこのような集まりに中澤さんとの特殊な非常に奇妙な出会いがあって、でこういう形で参加することになった。さて、そこでですね、今回のこの企画、この一連、この大イベントですね、沖縄全体を使ったこのイベントはまず一つのお祭りですね。で、今回のその中の一つの小さなスペシャルイベントである今日のこの集まりもまた小規模なものだけども、これもまた一つのお祭りです。で、お祭りというのは何かというと、それまで日常の普段の空間に対してそれを少し何か変える、日常見れなかった景色とは別の景色を垣間見させるような、そういった、何か営みだった。これは昔からそうですね。普通の村祭りもみんなそうだ。で、アートというのもある意味そういった村、お祭りの営みであって、日常の普段のさまざまな、何かの用を満たしていくというところから少し離れた、そういう用を満たしていくような普段の日常の枠組みの中で隠れている、あるいはそこで抑え込まれているようなものを少し垣間見せて、新鮮に日常世界を、活性化していく、そういったような営みの一つだった。で、
そうなんだけれども、我々は普通美術だとか音楽だとか文学ということでイメージするような形でのお祭りの形は、これはかなりやっぱり特殊なものであって、今世界の文明をリードしてしまっている、してしまっている西洋ヨーロッパの近代文明、近代社会というものが生み出したお祭りの形、それを我々は日本人の場合であれば明治維新以降導入して、そしてそれまでの江戸時代までのさまざまな、お祭りの形態、お絵描きだとか、それから物語制作だとか、それからいろんな歌いだとか、そういったものも含めて村祭りやなんかも含めて、それを西洋型に明治維新を組み替えていった。それで、西洋近代の的な、ジャンルとして明治維新以降だんだんというより急速にですね、明治の 2,30 年でもってあっという間に近代的な芸術の制度っていうのは日本の社会の中に形成されましたから、これは恐ろしい本当に明治日本のバイタリティだったと思いますが、でそれを我々は継承していて、その上でさらに戦後になってくるとアメリカからのポップカルチャーが大量に入ってきて、で音楽の方では西洋のクラシック音楽のムーブメントの流れよりもアメリカンカルチャーの、ポピュラー音楽の流れが、戦前からの日本の歌謡曲やなんかの娯楽音楽の流れとリンクして、そして新しい日本的なポップスの世界というものが展開される。でそれが今はアジアの中で日本の後で、高度成長段階に入ったさまざまな国々に、ジャパンカルチャーとして、さらにそれが流出していって展開されていく。で美術の方もそうであって、やはりその西洋的なハイカルチャーとしてのアートだけではなくて、いやアートだけではなくてっていうのも、そういうアートよりもむしろ漫画やアニメゲームを中心とした日本の現代カルチャーがそのアジアの方にも、どんどん浸透していく、そういうような現状が今ある。でさてそういったものを簡単な現在の情景をイメージしておいてもらって、その上でですね、先ほど中澤さんが展開された人間美学と機械美学というようなこと、それから、その後で串野さんが展開されたアウトサイダーアートとアウトサイダーの美学といったようなもの、それが一体どのような仕方でもって交錯していくか、絡み合っていくか、そしてそこに我々はどんな問題を見出せるか、そういったことのポイントっていうものを、ちょっと探ってみるというのが、僕の今日の報告の、今串野さんの報告を聞きながらまとめたテーマですでこのテーマを自分で作り上げた問題を自分で高校でもってうまいきれいな回答できるかどうかあまり自信はありませんが、それは後々皆さんとの質疑応答も含めてなんとかうまくやっていければと思います。さてそこでですね、まず、一つ目にはその今はじめそのお祭りっていうのは日常に対してそこに隠されたり、抑え込まれているような世界というものを、垣間見せる日常空間に一つ隙間を作って、そして、別の世界というものを垣間見せるような、営みだということを言いました。でその時にそれを司るような人だとか物というのがいるわけですね。でそれはやっぱり一種の偉人、異なる人たちがそういう役目を担っていく。巫女だとか神主だとか昔の村町なんかであれば、ね、あるいは近代の西洋的な、芸術というお祭りであれば芸術家たちが、特に天才と言われるような人たちがそういった、制度化されたお祭りの中で、新しい世界を垣間見せるような媒介者として、いろいろさまざまなことを振る舞った。ね、特に西洋、我々が一番親しんでいるその西洋芸術的な脈絡で言えば、その媒介者ですね、異世界を垣間見せてくれる媒介者たちが固有名詞を持って呼ばれ始めるのがルネサンスという時代ですね。ルネサンス以前の西洋は、個別の天才という芸術家というようなものを想定はしていなかった。でそれ以前は日本の村祭りと同じようにさまざまな
地域の共同体ではキリスト教だけではなく土着の宗教に基づいたさまざまなお祭りはありましたし、ケルトはケルトで、ゲルマンの方はゲルマンの方でといういろんな形でのお祭りがあって、でそういうのはキリスト教文明とさまざまな形で混ざってさまざまな地域の祭りやなんかやっていたし、それから教会は教会で匿名の職人、聖母だとかキリストのイコンを描くような職人さんたちがそういった、キリスト教の宗教画像を作って、それを媒介にして人々の宗教心を、確保する、そういったような、お祭り空間というものは教会にあった。それは日本のお寺なんかと同じだ。でところがルネサンスの頃に純粋にその一つの造形的な営み、あるいは音楽的な営み、物語を制作する営みというものが固有名詞を持った個人によって担われるというような、形が現れてくる。その背景というのはここでとても説明する余地はありませんが、でそこで出てきた、例えば我々がルネサンスの三巨匠として知っている、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ラファエロ、ミケランジェロというような人がいきなりその巨大な神のようなビッグネームを持って、今では、あの当時のその何だろう、一番神に近い媒介者として、想定されるわけですが、そういうように固有名を持った個人というものが当時出てくる。それで以後その特殊な才能を持って特殊な造形を行った、特殊な音楽を作った、特殊な物語を作ったような人々がその芸術という祝祭空間の特権的な主体として君臨するようになってくる。それが我々が学校で習うような音楽や美術や文学という制度だ。さてそれが中澤さんが先ほど言われた人間的な芸術、人間的な美学、人間芸術、人間美学というものは基本的にそのルネサンス以降の西洋近世、西洋近代が展開したような美学や芸術、その流れをベースに置いて想定されたものだと、考えていいと思う。というか中澤さんご本人はそれ以上のことを考えていらっしゃるでしょうけども、普通人間的な芸術、人間的な美学ということで一番真っ先に想定されるのはそういったような西洋近世以降の大芸術家たちの歴史でしょう。でその後串野さんが報告されたようなアウトサイダーアートっていうのも、なぜアウトサイダーかというと、そういった特権的な巨匠たちが作るような芸術の歴史、芸術のその歴史でもって作られてきた芸術の文脈というのとはから外れてしまうような形でもってその異世界との交流を展開されている。そういった意味では正規の制度化された、みんなに公認された、普段みんなが想定する慣習化したイメージがある芸術という世界に対しても、さらにアウトサイダー、まさにアウトサイダー、異界にいる、その異界への媒介者というところに、先ほどの串野さんの報告されたような方々の作品や存在はあると、とりあえずは言えるだろう。これはとりあえずです、カッコつきですよ。別の視点を取ればそうでない可能性っていうのはいくらでもありますから、仮にそういうふうに言っておく。で他方ですね、その今回沖縄のその、OIST でしたっけ、あそこの大学なんかで展開されているようなその AI を中心としたような芸術、これをまた我々人間が普段親しんでいる芸術だとか美学にとって異質なもの、異なったもの、つまり人間ではとても、人間のアナログな手作業ではとても表現できないような高速の画像処理であるとか、あるいは高速の演奏であるとか、そういったものがさまざまに展開される、そういった芸術が並んでいるわけですね。でこの機械たちが作るって言っていいのかどうか、機械を主語にしていいのかどうか、僕はまだちょっと疑問があるんですが、とりあえずこれもカッコつきで言っておきます。そういった機械、マシンが作るような芸術、それも我々人間の通常の人間の、普段の経験あるいはのベースにとって異なるもの、異なる存在者、異人異者ですね、そういったも存在が、我々に提示してくれた、これも異世界なわけです。でこの異世界の提示っていう意味ではアウトサイダーアートも、それから AI アートも我々
日常の、うん、普段の人間にとって普段の日常的な感覚にとって共に異界の存在としてあり異界への媒介者としてあり異界への媒介物として提示されるという意味では広い意味で確かに芸術的な営みだと祝祭空間を導く芸術的な営みとして共通するとでその、異質性ですねこのどのように違った異世界を見せてくれるかという異界を導く強度という点でアウトサイダーアートであるとかあるいは AI アートの方が、うん、人間がやっている先端的な芸術前衛芸術あるいは前衛以降って言われるようなポストモダンアートというようなものよりも一層過激に異質性があるかもしれないここもかもしれないっていうのを一応強調しておきますが本当に異質性があるかどうかはこれはそれぞれ別のまだ十分に判断の、考慮の余地があるただ一見印象としては確かに機械が作る芸術は人間の作る芸術とは全く異質かもしれないと実際情報処理なんかに関しては機械の方が今圧倒的に、もうレベルが高くなっている先ほど中澤さんが出されたアルファ碁のが出す手口なんていうのは日本、人間の、うん、プレイヤーでは想定できないような奇妙な技とか などを出してくるでそれは同じようにその先ほど串野さんが紹介されたアウトサイダーアーティストたちも普通のノーマルなアーティストたちどれほど技を鍛えてあるいは芸大だとかなんかでもって鍛えたその高度な教育を受けた芸術家たちも想定できないような切り口をアウトサイダーのアーティストたちは出してくるかもしれない。で、そのアウトサイドを出す、異なる面を出す強度、強さという点でもって、確かにアウトサイダーアートも AI アートも一つの共通性はあるかもしれない。そしてそこを一つの考える糸口にできるかもしれない。そしてさらに言えば、しかし、さらに言えばしかしっていう逆説の接続詞をつけますがではアウトサイダーアートと AI アートっていうのは同じだろうかといったら全く違うんです今度はこれは質の問題になっています AI アートが作るその異質性というものとアウトそれからアウトサイダーアートが作る異質性というもの我々に対する異質感ですねそれは全く異なった質の異質性だとで先ほど中澤さんが出された4証明機械芸術人間芸術のあのマトリックスですねあの中あのマトリックスを使ったとしてさてあのマトリックスと串野さんが報告されたアウトサイダーアートというのはどういう関係になるだろうかということを考えることができますでアウトサイダーアートというのはあそこで中澤さんが出された人間芸術人間美学と言えるだろうかまず広い意味で言えば言えますこれは僕は先ほど串野さんに最後に出した質問の問いの一つのポイントでした。つまり、この中に入れることが、串野さんにとっても、あるいはアウトサイドアートにとっても、それが狙いなのか、それが良いことなのかどうか、そういった問題ができます。あるいは、串野さんが出されたアウトサイドアートというのが、中澤さんが出された機械芸術、機械美学のような別の次元にある、別の次元を想定できるようなものなのかどうかこういった問題も提出することができますさてそこで、話がちょっと進みすぎたんで、少し戻っていきますが先ほど、タイトルに出した死の欲動という概念ですねこの死の欲動という概念は皆さんも多分名前はご存知のはず そのフロイトという精神分析学者が、最晩年に提出した概念でしたそしてこれは死の欲動というのは死っていうのは死ぬことの死ですね生死の死ですねで普通欲望っていうのは我々の欲望っていうのは生きるための欲望と思われている生きるために都合のいい、欲求ですねでこの場合も欲求と欲望って訳される日本語の場合この概念の区分けやなんかいろいろ面倒なんですがそういう細かいところには今日は入り込みませんでただ死の欲動っていうのはそうではなくって性の欲動、普段我々が例えば何かおいしいものを食べたいと、それから自分の気に入りの異性と出会いたいと、まあ、気に入りの同性でも何でも構いませんが、気に入りの動物でも何でも構いませんが、そういうものと出会いたいと、そういうものと一緒に暮らしたいとか、それからいい芸術を作りたい、
いい作品を作りたい、それからいい講演会をやりたい、いい話を聞きたいといったような、そういった普通の日々の欲望というのは、とりあえずこう、素直に肯定的なものだ、生を肯定するものだ、生きることを肯定するものだ、生きることを一層良くしたいものだと。で、死の欲望っていうのは非常に奇妙なパラドクシカルな概念で、死を欲望する、つまりよく生きることに抗っちゃうような欲望なわけです。で、これはちょっと極端な概念なんですが、簡単に皆さん誰もが経験していることで言えば、例えばかさぶたができますね、怪我して、その時にかさぶたを引っかいちゃうってことがありますね。別に痒くもないんだけど、なんか引っかきたくなると、むいちゃいたくなると。で、頭では、つまり生の欲望、生きることの欲望としては、今引っかいちゃったらまた血が出ちゃうよと、もうせっかく治りかかってるのに引っかいちゃまずいよって分かっているのに引っかいちゃうっていうこと、皆さん経験あると思います。そういうことを絶対私はしたことないっていう人がいたら、それはそれでまた特殊な人かもしれない大体の人はそういうことやっちゃうんじゃないか。それからあるいは、今であればコンピューターのゲームでもいいですし、ネットのゲームでもいい、あるいはツイッターだとかフェイスブックだとか、その他の SNS でもいい、もう今日はそんなことやってる暇ないのにっていうのに、ついやっぱりスマホをいじってしまうとか、ゲームをやってしまう。で、ダメだダメだって分かっているのに、自分にとって何の実も得にならないよと、いいねボタンなんて一生懸命押したって、そんな大した挨拶にもならないんだから、やらなくてもいいんだよ、見なくてもいいのにって、自分の中のまともと思える意識は思ってるのに、それでもついやってしまうと。これはアディクション、中毒症状というようなことですが、それもまた一種の死の欲望というようなことですね。つまり自分の普通の普段の日常的な感覚や日常的な判断からすれば、それやっちゃダメだよ、今そんなことやってる場合じゃないよって分かっているのに、それでもやってしまうようなこと、あるいはタバコはダメだ、健康に悪いよと分かっていても、それでも、でもやっぱり吸っちゃうよっていうようなことだとか、お酒なんかでもこれ以上飲んじゃもうちょっと今日はダメだよ、飲んでも本当に金が無駄なだけだよって思ってても飲んじゃうとか、それから今日はもうこれ以上食っちゃダメだよと、コレステロールがつくよと、デブっちゃうよとか、いろいろ分かっていてもそれでも食っちゃうとかね、こういうのもちょっと死の欲動にかかる。これは微妙なんですけどね、ここら辺は半ば生の欲動でもあって半ば死の欲動でもある。で、この極端な形っていうのがですね、になってくると、先ほどのアウトサイダーアートのお話とも絡んできて、例えば人を殺してしまうと、人を殺してしまうというのも、いくらそいつが憎いやつだとしても自分にとって相当な不利益になりますよね、現代社会であれば。つまり昔の人を殺しても血統っていうようなものが正規の制度として認められていたと。で、お互いに納得し合えばお互いに殺し合ってもいいんだよっていうような、そういう日常性があったところであれば、お前と決闘すると、よし受けてやろうと、お互いにその自分の命を貸して決闘するっていうのは、それが日常となっている世界だったらば全然 OK なわけです。つまりそれは生の欲動なわけです。生きるためにお互いやってる、それで自分の命もかけると。我々の現在、命を何よりも大事にしなくちゃいけないっていうような世界から見たら、そのような決闘だってあんなの野蛮な行為だっていうけど、それは我々の社会、我々のこういった感覚は常識となっている社会だからであって、と昔の日本の武士であれ、あるいは西洋の騎士道であれ、そういったところでは正規に互いに決闘というものを承認し合ったら、その決闘に参加して互いの命を懸け合うというのは悪いことでも何でもない、むしろそれを避けることの方がよっぽど悪いことなわけです。で、この場合には命を懸けるということは、彼にとっては生の欲動の極限形態として死の欲動とつながるというような状態だった。で、ところが今日の社会では違う、人を殺すっていうのは、それが見つかったら自分にとっても人生の全てを無駄にし、ダメにしてしまうような、生の欲動から見たら実に割の合わないような振る舞いです。でもそれでもやってしまう人がいる。で、僕自身は今、先ほど串野さんが挙げた死刑制度に対して、それを端的にダメとも言い切れないと、して死刑制度があってもいいっていうような、判断も十分に成り立ちうると。で、あってもいいと思う判断と、それと死刑制度はやっぱりダメだっていう判断、このどちらの基準も僕の中に両方とも共存します。それで残念ながら決着つきません。それで
僕は今日使っているこの死の欲動という概念を、全面展かなり大々的に展開しているスラボイ・ジジェクというユーゴスラビアの哲学者思想家がいます。彼は数年前 の、 その、アメリカの雑誌でも今世界で影響力のある最も影響力のある100人に入れられているような哲学者なんですが、その彼がやはり、彼は最後なんですね。ベースはマルクスもベースにあるし、でだけど普通の日本で考える左翼っていうのとはかなり異質な左翼であって、で彼は彼の友人たちはやっぱりアメリカでもユーゴスラビアでも死刑制度に反対している人が多いんですが、スラボイ・ジジェク自身は俺は死刑制度に賛成だという立場を出しています。でそれは死であらがらなくちゃならないような覚悟でもってやるような犯罪だってあり得るんだということを彼は肯定するわけです。で彼は肯定するといっても自分が殺される場面になったらそうは言ってられないでしょう、おそらく。でただそういった判断もあり得るということを一方で認めておくべきだと。そして自分の中でもし自分の最も愛する人が誰かに殺されてしまったりした、あるいは生涯回復不能な大きな障害を負ってしまった、例えば自分の子供がそんなようなことを傷を負ってしまったとしたら、多くの人はその相手を、加害者を自分の手でぶち殺したいと思うんじゃないでしょうか。僕は少なくとも僕の奥さんがそんな目にあったら絶対に相手を自分の手で殺したいと今はっきり思います。そういったことを想像しただけで、ちょっともう喉が詰まるような、今一瞬にしてそうなったんで自分でもびっくりしたんですけど、だから今沖縄に来てますが、これで東京帰ってうちの奥さんが 何かそういう犯罪に巻き込まれて殺されていたなんてしたら、絶対その犯人を見つけて司法の手になんか委ねないで自分の手で完全に復讐をしたいと、それは僕は思います。で僕は捕まっても、それで捕まっても構わないと、いや捕まらないで逃げ切りたいって思うかもしれないけども、そんなことを考える以前にとにかく彼女に害を与えたやつを絶対に自分の手で持って、その何十倍もの辛い目に合わせて、それでこの世から抹殺したいと僕は個人的な感情としては思う。まあそれはともかくですね、その死刑という究極的な判断一つに関してもそう一概に命が大事だからということも言えないような問題が出てくる。でこの時に絡んでくるのはやはり死の欲動であって、今のその自分の愛する人が殺されたからっていう時に出てくる判断は、これは自分が捕まろうと何にしようとそんなこと問題じゃないと、とにかくその自分の思いというものを何とかしなくちゃと。でただこれをこの場合には微妙に死の欲動とも言い切れないのは、それを自分がはっきりと望んでいますね。だから自分の生きる生きがいになるわけです、その復讐をするということが。これはだから生の欲動の極限形態だと考えることができる。そしてそれに対してもっと純粋な死の欲動というのは、先ほどのかさぶたを引っかくみたいなものであって、その自分にとって何の足しにもならないと、自分の普段の、まともな欲望に関しては、それでも否応なく自分の体が求めてしまう、勝手に体がやってしまうと。つまり体の中に他者がいる、他者が外にいるんじゃなくて、私の内の中に、私の無意識の中に他者がいて、その無意識の他者が何かをやらせてしまう、私の体を使って。私の中なのに、私にはコントロール、私の意思なんかにはコントロールできないような別のやつが私の中でもって私以上に活動してしまう、そういうのは出てくる。そういうような特殊な欲望を死の欲動という言い方をします。これは特にジャック・ラカンというフロイトの継承者で、構造主義からポスト構造主義と言われている20世紀の後半に世界の先進国でもって大流行になった思想潮流、そこでもって活躍した精神分析家のジャック・ラカンというものが、大々的に展開し、そしてその後それをさらに哲学の文脈につなげて、ジャック・ラカンというやつよりははるかに明晰に捉え直した、先ほど挙げたスラボイ・ジジェクですね、スラボイ・ジジェクが展開しています。そして、そこにかジジェクの文章も分かりやすいとは、他のジャック・ラカンなどによれば分かりやすいとはいえ相当慣れない人に読みにくいんですが、ここにラカンはこう読むという、これがまあ一番とっつきやすいかな。でこの中でそのジジェクの思想は展開されていますが、でそのような死の欲動というものが
あって、これはその私の内の中にその先ほど一番初めにお話した意者ですね、異なったものが出てくる。つまり私の自分という存在、私は全てを私自身をコントロールできるかに思えている私の中に、私がコントロールできないような別のやつの活動が出てきてしまうと。でここで初めにお話した、医者の話ですね、アウトサイダーアートだとか、それから AI アートで出てくるその日常の平均、日常の普通の主体とは異質の存在者、それが実はそういう特別な、外にいるような他者ではなくて、私の内の中にもまた存在すると。で私の内の中でもって時にその負のお祭りですね、マイナスになる、私の生きている普段の日常の私にとってはマイナスになるようなお祭りを始めてしまうことがある。でこれが死の欲動と、死の欲動を操っている私の内なる他者です。でそういったものをおそらく誰もが飼っているというか、実はあるいはそういうものが私の存在を支えているのかもしれないと。で夢の中で皆さん悪夢というのを見ることあると思いますけども、こんな夢見たくないっていうような夢を見てしまうと、それもやはりそのある種死の欲動系の何かが私の無意識をして、私が眠ってる間に私に無理やり見せてしまうような、そういった現象ですね。夢っていうのは私の意識は全くコントロールすることはできない、私の中で起こる現象であるにもかかわらず、私がコントロールできない現象の代表者が夢ですね。でなんでこんな変な夢見たんだろうと、なんでこんな奇妙な夢見たんだろう、あるいは楽しい夢もあります。でも楽しい夢にしたって私がそれを見ようとして見たわけではない、私は勝手に見させられているわけですね。でこれは脳生理学者は脳の活動でうんぬんかんぬんっていうかもしれないけど、問題はその脳神経系が単にそういうことをしたというわけじゃな だけじゃなくて、脳神経系たちがを使ってなんでそんなような夢を見させるようなプログラムが私の中にインプットされてしまったか、これは脳神経の問題ではなくて私の育ちの問題です。私はどんな経験をしたか、誰にどんないじめられ方をしたか、どこでどんなような、厳しい問題に出会ったか、あるいはどこでどんなような楽しいことに出会ったか、そういったようなことの経験のさまざまな、つまりソフトウェアですね、脳神経っていうハードウェアに対して私はどんな経験をしてきたか、他人たちとどういう経験を積み重ねてきたか、それによって私のソフトウェアがさまざまに組み替えられて、そしてその、しかし私の記憶、私の経験というのは全部が合理的なわけじゃなくて、あちこちに不合理ないろんなズレや亀裂や、構想やら決着のつかない問題っていうのもたくさん溜まり込んで、でそういったもののさまざまなしわ寄せが、死の欲動と、呼んでいいような一つの特殊な欲望となって、私の中で私の脳神経系に働きかけ、つまり脳神経系が主体なんじゃなくて脳神経系が道具なわけですね。その私の中に組み込まれた私の経験のソフトウェアの、私の経験のソフトウェアたちが私のさまざまな記憶、良い記憶悪い記憶、それを織り上げて私の中にセットされている式が、蓄積された、幼少期から蓄積されたさまざまな複雑な式のいろんなストックがさまざまに互いに干渉し合って、たまたまある時に非常にへんてこな夢を見せたり、非常に嬉しい夢を見せてくれたりすると。ちなみにうちの父は、今から、もう8、9年前かな、死んだんですが、でその時にその最後ちょっと心臓を急に悪くして、それで手術の後遺症でもってちょっと軽い認知症みたいなのが発生して、でその後半年くらいで亡くなったんですね。でそのプロセスで非常に奇妙な夢をいくつか見た。でそれがこうスパイに追われ、ある時父に聞いたのが、なんか今朝スパイに追っかけられてたんだよ。で今までそんな夢は彼らは見たことなかったらしい。でスパイ映画なんで彼はそんなに好きじゃなかったはずなのに、でだけどスパイに追っかけられてすごい怖い目にあったっていうのを泣きそうになりながら父が話すわけです。もうかなり頭が急にその手術の後遺症でもってボケてしまった、頭でもって、でそれなどもその彼が今まで生まれてこの方見たことなかったようなことがその脳のいくつかの障害とともに
ソフトウェアを、うん、に刺激を与えて、そのソフトウェアが彼の中でもってそういう変な物語を生み出させた。でそれは先ほど串野さんが報告されたアウトサイダーのアーティストさんたちのさまざまな奇妙な不思議な絵、あれもまたそういった彼らなりの特殊なソフトウェアの組み上げが、あのような非常、普通のノーマルな人々がどれほど技を鍛えてあろうと、普通の意味ではノーマルな人たちが、作るような作品とは異質の物語、異質の造形世界っていうものをああいったところで生み出してくると。でその異質の強度っていうのは確かに貴重です。でこのような形で、先ほど の, その AI の美学、AI が作る芸術というものと、それとアウトサイダーが作る芸術、それらが払う美学っていうものを、いくつか、舞台の素材として並べてみました。あと何分だっけ、これは何分まででしたっけ。ですね、55分からだったんですけど、あと、あと8分半ぐらい。あ、はい、分かりました。で、今日のお話、つまり AI 芸術とそれからアウトサイダーアートっていうのを結べる場所、その舞台装置として死の欲動という概念を媒介すると、このような形でつながってくるんじゃないか、というようなことをちょっとお話したんですが、まだ AI 芸術と、欲動、死の欲動との関係ははっきりしないかもしれません。そこでもう一つ、その先ほど中澤さんが出された人間美学ですね。我々は通常考えるレオナルド・ダ・ヴィンチの絵画であるとか、ベートーベンの音楽であるとか、さらにはそのいろんなロックやジャズや、ポピュラー音楽の美学、芸術を支えているような美学、そういったものが一体どの、概念的にそれを捉え直すとどういうようなものなのかというものを簡単にちょっと復習というか整理して、そこから、もう一回ちょっと照らし直してみます。で、ですね、なんだっけ、こういう、これはちゃんと原稿ができていればこっちもやりやすいんですが、ですね、これはちょっとあの教科書的な話になりますけども、近代の我々が日常感覚で今普段親しんじゃっているような芸術、そういったものを支えている、芸術の基準ですね、良し悪しの基準、それからそういった時に経験する芸術感覚、それが一体どんなような仕組みで成り立っているのか、それを最も、理論的に整理した一番初めの人、その後の芸術論もみんなそれに、とりあえずそれを参照して、批判するにしても何にしてもそれを参照しなければならないベースを作ったのが、皆さん名前だけは少なくともご存知のはずの哲学者のイマニュエル・カント、彼が提出した美学でした。で彼がその18世紀の後半、1700年代後半ですね、フランスで市民革命が起こる前後の頃に判断力批判というのを書きます。彼は純粋理性批判、実践理性批判、判断力批判という3つの批判書というものを書いて、それで人類史上画期的なポジション、画期的な洞察を行った。無論それは画期的である分にだけ、さまざまな矛盾や混乱や葛藤も含む、未完成の部分も、いや独断の部分も含んでいて、そういった部分がカント以降さまざまに展開されて、近代哲学や近代芸術論や近代美学の、源泉になった、そういったことをやった人ですね。でその、カントの美学がどういう、カントの美学はその近代の西洋的な芸術的な経験の一番ベーシックな部分、コアの部分っていうものを鮮やかに描き出したんですが、芸術の経験では美的な経験ですね、何か美しいと感じるような経験、それが他の経験と一体どういうところで違いがあるのか、そのポイントだけはカントは非常にかなり鋭く、それ以降も否定されないようなポイントっていうのを出しています。それはどういうことかというと、端的に言って我々は何かをそこに、さっき僕も朝日が当たった時に向かいの建物にあるその植え込みですね、その花がすごい綺麗だったんで、それをお茶しながらこう眺めてたんですが、その時にこう、何か美しいって感じるのは自分が感じようと思って感じるわけじゃないですね。自分がこう綺麗だって思った時には、それは私の中で起こっちゃってる出来事なわけですね。つまり関心を持って、これを綺麗だとして見るとどうなるかなとかいう関心を持って見たり、それからよしこいつを綺麗だと思って見るぞとか、それから好みの異性をこいつを可愛いと思って見るぞとか、こいつをかっこいいと思って見るぞとか、
まあ倦怠期の夫婦なんやるかもしれませんでいずれともあれ、ね、可愛いと思ったり綺麗だと思ったりかっこいいと思ったり素敵だって思ったりすることはまず怒っちゃうことですね。いくら可愛いと思うぞって思ってうちの女房最近もう本当にブヨブヨになっちゃったけどきっと可愛いぞ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 って一生懸命見てで、ね、可愛いぞっていうのは仮にもし可愛いぞって感覚が彼が実感できたらその時は怒っちゃってるわけですね。彼が意思しようと意思しまい、たまたまその時はそう見ようと思って意思したけどでそれも影響力はあったかもしれないけど最終的に感じちゃった瞬間っていうのは先ほどの死の欲動と同じように内側から勝手にそういう感情が起こってしまうと。でつまり自分が判断するっていうよりも私はそういう感情に操られていると。それから気持ち悪いぞとか怖いぞっていうのは端的にそうですね。どうか街角変な路地を入ってしまったら急にゾクッとしたとやばい背中におかんがしたとでそういった時っていうのは怖さだとか不気味さっていうのは急に働くと。でこういったようにその、美的感覚感情の経験美だけじゃなくて怖さやなんかも含めた感情の経験っていうのは単純に怒っちゃうことなんだと、それがカントは関心のなしに目的もなしにっていう言い方をして転移したんです。でこの怒っちゃうような経験っていうのはつまり先ほども一番初めもお話しした、私の中で私の意思以外の別のやつが私をしてそういう感情状態に至らしめてしまうとそういうことだと。でさてここで AI 芸術ですが AI というのは実は今のところ意思を持っているかどうか相当高度な AI 君やロボット君でも彼らを意思を持った主体とはほとんどの場合認められています。大体認めないでしょ。アイボ君なんか見たってこいつは あたかも意思を持っているみたいだねとは言ってもこいつが意思を持っているとこいつは感情を持っているというふうには思わない。でところが相当変かなり原始的な、動物例えば爬虫類とかなんかでもあこいつはちゃんと自分の意識を持っているぞ意思も持っているぞ欲望も持っているぞって我々は直感的に判定すると。さてこの際は一体何か。なぜ機械にはそういう主体性を認めないで主体性というか意識する存在という、存在感を認めないでだけどイモリだとかイモリどころかナメクジだとかね先ほどナメクジの話ちょっと中澤さんもしたんですがナメクジだとかイモムシだとか、なんかにも我々はこいつらがなんか自分から何かをしているとそういう判断を投影できると。でこの際は一体何か。でそこから裏返してみるとところが奇妙なことになって AI 君は目的も関心もなしにああいった今回中澤さんの企画でもって展開されているような作品を、様々に創出して展開しているわけです。さて彼らは目的もなしに関心もなしにそのような芸術を展開している。ここで先ほどのカントの美の定義と重ね合わせてみると実はカントの的な意味での近代美学の定義を最もきれいに満たしているのは意思も感情も持たない機械君たちであったと AI 君たちであったという奇妙な逆説にたどり着きます。これは単に論理の遊びではなくてこのことを考えることから芸術とは何か今の芸術の問題とは何かっていうのを考え直す一つのきっかけになるということです。さてここでそうすると今度はアウトサイダーアートと AI アートとの決定的な違いというのが出てきます。AI アートの場合にはそういったまるで意図も目的も関心もない AI 君が勝手に算出するその効果というものが人間今までの人間的な芸術とは異質のものを出していたと。ところが先ほど串野さんが出されたアウトサイダーアートの場合には違う。彼らは意思も持っているし欲望も持っているし死の欲動も持っていると。でただ世間一般のカテゴリーの中で何か普通の人と認められてないような普通の日常常識から言うと何か欠陥を持っているがゆえにアウトサイドとされちゃっているような人々そういった人々が作る特殊なアート。それはある意味我々にノーマルって普段思い込んでいる自分で思い込んでいるような、世間一般の凡庸な我々人間が考えている以上のより高度な欲望やより高度な関心を持っているのかもしれない。で、あるいは死の欲動って言っても我々以上に強烈なあるいは我々とは質の違う死の欲動っていうものを彼らは発揮しているのかもしれない。で、それが一番初めにお話した異界を導くような医者
媒介者としてのアウトサイダーアートの特殊な存在の意義かもしれない。さて、しかしここでもう一回パラドックスが待ってきます。その意義って今言っちゃいましたけど、それから AI アートにしても意義っていうこと言っちゃいましたけど、この意義っていうのかと言ってるのは誰か。中澤秀樹だとか藤井正美だとか、こういう人間です。ノーマルなつもりでいる。いや、僕も中澤さんも普段世間からあんまりノーマルって実は言われないんですが、ね、それはご覧のとおり、ね、あんまりノーマルって言われないんですが、それでもアウトサイダーアートの方々に比べると、うん、まあノーマルなふりをしていられるような存在ですね。で、それがアウトサイダーや AI にの産出物をアブノーマルゆえに面白がり、それを救い出すことを善と思うと。さて、そうすると我々がやってることはあるいはとても欺瞞的な偽善があるかもしれない。ただこの偽善が悪いことであるかどうかもわからない。この偽善こそは実は最高の正義なのかもしれない。で、そういった問題を、先ほどの中澤さんの機械美学の話と、それと串野さんのアウトサイダーアートの話は結びつけて、我々の現在の新しい一つの課題と、それと別の世界への糸口を、そこになんかヒントをいただいたのではないかということで、僕の報告を終わりにします。本当は話そうとしてた話はいくつもいっぱい結局できそうだったんですが、一応こういうことで、はい、で第1弾です。はい、藤井さん、どうもありがとうございました。今から質疑を、いただきたいと思います。どなたか何かありましたらぜひお願いしたいと思います。なかなかあの AI 芸術とアウトサイダーとの言葉が連呼されたあのものだったと思いますけれども、どなたか何か、確か質問なのかちょっと自分もまだまとめ切れてないところがあるんですが、例えば今都市の流行語大賞でインスタ映えみたいなことが、今までアブノーマルと思われたものが、あの、まあ、デジタルのものによってノーマルまたはいいものと、まあ、変動していく中で、そういう AI がそういうような立場になっていくのか、またはそういうような可能性とかっていうのも、うん、まだ可能性としてはあり得るっていうような感じでしょうか。はいはい、あの僕も実はですね、この AI 芸、あの AI 美芸研の活動に巻き込まれたのは、去年 AI 美芸研第1回が立ち上がった5、6月頃ですか。だから今から1年半くらい前ですね。その数週間前、4月にあったちっちゃなパーティーで中澤さんに話を振られて、でその時は小さな5、6人でやる勉強会を始めましょうという想定だと思ったんですね。そしたら第1回目から いきなり理研の第一人者の高橋浩一さんと僕はゲストに呼ばれて、それで、東京の会では50人以上こう来場者が来るような、そういった大規模な会になってしまって、 NHK までいきなり取材に来たと。でそういったのはとんでもないことになって、僕を面食らってですね。でその後慌てて、僕は AI の専門家でも何でもなかったですし、中澤さんからお話いただいてから慌ててこう勉強を始めたら、まあいろいろ面白い部分もあるじゃないかと思った。でそれからいろいろ見ていくとです、ここ1年急速に AI の話は毎日のようにニュースに上がりますよね。先日はその AI、 この美芸研にも出ていた松田先生というシンギュラリティっていうのを起こすぞって言ってた方の協力者だった斉藤さんっていうのが、妙な事件でもって捕まったというニュースがここ数日騒がしていますし、そしてそれに対しては、そうです、本当に昨日一昨日ですね。でそれは対して
あの周辺の松戸先生はじめ周辺の人たちはこれは一つ の策略に彼はハマってしまった、陰謀にはまってしまったということで、うん、なんとか助けようっていうような運動も急速にここ2日で上がったりとか、でそれ以外にも、うん、自動操縦者の話だとかさまざまな問題が毎日のようにニュースになった。でつまりそのこれは AI というものはここ数年日常の感覚でも、もう捨てておくことのできないようなさまざまな領域でもってさまざまな仕方でもって新しい可能性っていうものを出してきている。もうお祭りの媒介者なんて言ってるよりも日常全体が AI によって新たなお祭り段階に、引き込まれてきているような、可能性がある。しかもそれは良い話だけじゃないんですね。で最近その、あまりにバカバカしいその国際関係のさまざまないさかいっていうのもありますし、本当になんでこの時代になって今時あんなそんないさかいしなくちゃいけないんだろうっていうのはバカバカしいの話が日本と隣国を巡ってもあるし、それからイスラム圏ではもうこれは日本の場合と違ってもう何2000年も続くような2000年千数百年続くような、解決しようもないようないさかいっていうものが今そのまさにハイテクさらに AI を使って一層やばい段階に展開しそうな気配というのもある。でそういったような危うい段階から日常の本当に利便性含めて、で無視することのできないものになっている、そういった中でどのような異人性異者性ですね、それが出てくるか僕なんか素人には全く想像もできないです。できないけれども無視できない、だから無視できないから我々としては AI だとかそういう新しいテクノロジーが我々の日常にどのような仕方で入ってくるか、それに対してそれに対処する構えっていうものをさまざまな仕方で鍛えた方が良いだろうと、そうじゃないと日常生活も危ういぞと。単純に言って今あのスマホなんか多くの人は使っているでしょうけども、スマホでもそれからパソコンでもそのネットに一旦つながったら今まで10年前には考えられなかったようなリスクっていうのも様々あるわけですね。自分のアイデア簡単にこれ取ろうと思えばいくらでもなんか取れるようですし、この AI 美芸研通して AI 系の専門家いろんな方とも知り合ったんですが、その専門家筋の話だと少しテクがあれば他人の IT なんてのは簡単に盗めると。でただ一応みんなやらないだけだとでここでもって死の欲動はいくらでも発動するしね、死の欲動が発動なんか発動しないで、まあ、普通の性の欲動でとにかくあいつからこう何かをくすねてやろうっていうようなことはいくらでもやろうと思えばやれるし、現にやられてるかもしれないし、で我々素人はもうそんなのに太刀打ちできないですから、ネットを通しちゃったらね、分からないところでもっていろいろもう何かを、されてるのかもしれないですね。でさらにもっと我々素人の直接性のレベルで言えば、ネットをつなぐことでもって新しいストレスっていうものが非常に増えてますよね。でこれはネットを通して新たな他者との関係性であって、で SNS を通して SNS に応答しないと仲間外れにされるとかね、それから SNS で変な投稿するとそれが炎上してそれがストレスになってとんでもないことになると。で我々もあのかなり年食った人間にとってはそういうのに、まあ、そんなのは捨ておけばいいやぐらいの、よられも持ってるかもしれませんが、中学生や高校生あたりでまだそういった干渉力、食アブソーバー食吸収力を持っていないような、若い子たちなんかはクラスでもって LINE の中でもって LINE いじめだとかそういったものでもってとんでもないストレスを、僕らが子供の頃には想定しなかったようなストレスを持っているあの得ちゃっているような、でこれっていうのもやはり危うさの一つで、その中でもそういったレベルで先ほどのその美学と相関する話で言えば、美というのは一つの、感情経験の特殊な形態だということを言いましたけども、美っていうのは感情経験の中でもそれがフィットした経験なわけですね。心地でフィットすることでこう心地よく感じる、綺麗な花だとか自分の好みの異性だとか、それは合目的性というあの美学用語ではへんてこない言い方されるんですが、それは合目的性っていうのを美学で本で出てきたらそれはフィット感だっていうふうに解釈すれば良いです。でそういうフィット感があるような時に心地よさを感じる。でただこれ岩山だとかなんかを見た時には今度はフィット感じゃなくて恐怖感が初めにあって、それからこれは誰もが皆さん感じたと思うんですけど、東日本大震災の時ですね、今から6年前のあの時に津波の映像が来ると、
で、あんな津波のとんでもない津波の映像をテレビで見るのはおそらく多くの人は初めてだったかもしれない。その数年前にインドネシアの方でやっぱりちょっと大地震があって津波もありましたけど、やっぱり国内で起きるとはるかに親しい感じがある。で、かわいそうだと、屋根の上に一人取り残されてる人がいると、で、なんとか助けてあげたい、どうしよう、つらいと思いながら、それでも見ちゃうと、多分見ちゃったと思うんです、多くの人は。で、見ちゃって、ああ、流されてるよ、あの人、屋根の上に乗っかって流されてるよって思いながら、それを食い入るように見ちゃうと。で、その時に、助けてあげなくちゃっていうような、助けてあげたいっていうような感情と同時に、その映像自体の異常さ、それ自体にどっかで、視覚的な感情がワクワクしちゃってるってところがおそらくあったなと。つまりそこに屋根の上の人が助かろうと助かりまいと、その映像自体に見入ってしまうと。で、これがその関心も欲も目的もなしにということの特性の一つですね。我々は普段どんな善意を持っていようと、どんな正義感であろうと、そういった異常な事態、それから 9.11 の時のツインタワーにジェット機が特攻したような、ああいったシーンでも、あの異常さそれ自体がにワクワクしてしまうと。で、そういったような情動というものが我々の中にはあると。で、それを認めなくてはならない。で、どんなに正義感を自認していようと、そういったようなものというのは我々の中にあって、そういった我々の内部の私の意図を超えた私の中の私の他者がっていうものが、私どんな人にも存在して、で、そういったものがその今度の AI 時代になって新しいステージに展開していくと。で、そのステージの展開は、中島さんが先ほど出されたその君主制がどうのこうのっていうような、ああいった、あれは中澤モデルで、中澤さんのが見出した歴史の捉え方ですけども、それ以外のさまざまな図式も出せるかもしれないし、で、ああいった大きな歴史の流れじゃなくて、もっと日常感覚のレベルでも、それぞれの人が自分の身の回りに関して、そういった新しい他者の危うさだとか、新しい他者との出会いによる喜びの可能性だとか、で、そっちの可能性を開発するのも大事ですね。異なったものが来た時に、その異なったものとの出会いでもって、今までにはないような新しい喜びだとか幸せっていうものが作られる可能性もある。で、そういった両面に対して我々はただ柔軟に応答できるようなさまざまな態度設定っていうものを、最近の AI の発展とともに、展開しなくちゃならない。その意味では新しいステージっていうものが我々の前にあるのかもしれない。で、それはちょうどそのアウトサイダーアートっていうことを出され、ちょうど串野さんが話されて、 AI もまたアウトサイダーの一つ、新たなアウトサイダーとして見るという視点を串野さんの報告は我々に強く印象付けてくれたのかもしれないと思います。詳細な回答でありがとうございます。ちょっと時間が来てましたので、このまま休憩に入りまして、その後の全体討論でこの続きをしたいと思います。僕もちょっとご質問したいことがありましたけれども、どうしましょうか。今から10分間休憩にして、そして全体討論は17時10分からで大丈夫ですかね。じゃあそういう形にしたいと思います。では改めて藤井さん、どうもありがとうございました。それではですね、今から、全体討論を始めたいと思います。全体討論は、特に打ち合わせとかしてないので、このまま話していきたいと思うんですけれども、特に会場の皆様からも積極的な何かご質問をその他いただきましたりとかですね、あとそれから、ちょっとチェックしますけど、もし、ツイッターか何かで AI 美芸研ハッシュタグで、質問とかいただくようなことがありましたらですね、それも随時紹介しながら行きたいと思いますので、会場の皆様のみならず、ユーストをご覧の皆様も、討論に参加していただければと思います。
本日は、もう一回改めますと、これちょっと出すか、ちょっと出しますけれども、出ました。切れてる。僕のパソコンの画面の全体が実は映ってないということなので、後ろを振り返りながらじゃないと、できないんですけれども、ちょっとすみません、まあ、大丈夫です、はい、本日はですね、まあ、僕からの小講演、僕からの小講演というのは、人間美学が置いてけぼりとなるときというタイトルでさせていただきました。その後、串野さんから、なんだかわからないけれど、気になってしょうがないものという、タイトルで のご講演をいただきました。でその後ですね、たった今です終わったところでしたけれども、藤井さんから AI は死の欲動を実装しうるかという講演をいただいたという形で、本日も時々この回ではあるんですけど、 AI の専門家が一人も登壇してないけれども、 AI 美芸研としてやっている、これ僕自身が全く AI の専門家ではないにもかかわらず、去年立ち上げてしまったため、時々こういうことが起きてるんですが、まあ、それでも逆にお客様の方が AI の研究者として詳しい方がいらっしゃったりなどなど、いろんな場合がありながらですね、行っております。で、どうだったでしょうか、今日、こんな形で、今アウトサイダーアート、あとそれから AI アートなどを軸にやっておりますけれども、藤井さんか串野さんからか何かちょっと今これをお話ししたいみたいなことありますか。いろいろあるんですけど、僕今ずっと喋ってたところなんで、他の人たちからまず、中澤さんから串野さんの、串野さんの方から中澤さんの方に、中澤美学のさっきの問題でも、あるいは会場の方の方々もパネラーと同じ資格でもってどんどん突っ込んでもらってもいいし、別にこれ学会とかじゃないから専門用語だとかそういったものにこだわらないで、本当に日常感覚のレベルでもって質問されていいと思います。僕は今日中澤さんから本当に3日前に1回いきなり振られて、何も用意しないまま喋っちゃったんですけど、難しい話でも何でもいいですって言われたんで、それじゃあ難しい話を、一番難しいところの話を無理やり絡めようとそういうのも、それをその一つの今日さっきのお話で言った異質性ですね、異質性の一つのネタとして入れようと思ってやったんですが、積み残した話もいろいろあるんですけど、何か会場からでもあるいはお二人からでも。僕じゃあちょっといいですか、はい、僕は AI と、僕が扱っているアウトサイダーアートとのやっぱ共通点っていうことが、うんうん、今回呼ばれたのもすごい気になってて、うんうん、で先ほどのご講演を聞いてスッとこう胸が落ちたっていうとこなんですが、まあ、ちょっとでも疑問に思ったのは、これはもしかしたら今日の議題とは関係ないかもしれないんですけど、例えばですね、僕は障害者の方の支援を16年ぐらいずっとやってきたんです、現場で。で、今日のフロイトの死の欲動っていうことで、まあ、いわゆるやっちゃいけないことをやってしまうっていう代表格が多分障害者の人だと思うんですよ。でその場合に、例えばですね、なんだろう、ゴミを拾い集めたりとか、人のものを取ったりとか、そういう表現というか、まあ、いわゆる問題行動と呼ばれていることをする人がいるんです、うん、
でそれを、社会的に認められる形で僕はなんとかこうアートとして見せたいなとかずっとこう思ってたんですが、まあ、極論言えば究極のやっちゃいけないことってさっき言われたような人を殺すとかそういうことだと思うんですよ。じゃあそれは殺人とか、本人自身が死んでしまうような表現っていうのはアートになるのかっていうのを聞きたいなと思います。でまだ中田さんの方。あ、そうですか。アートになるのかならないのかっていうことは、その質問自体がアートは有意義だという前提なので、僕は、ちょっといつも慎重なんですけれども、アートになるのかどうかという答えに、まあ、一言で答えろと言われたら、何でもアートです。殺人だってアート、殺人だって、自殺だって、素晴らしい表現というか大変こちらが無視したくない、注目したいもので、まあ、注目したいものをとりあえずアートと呼ぶという程度の意味でアートというのであれば、注目したい、で、今の串野さんのお話で僕が、パッと思い出したのは、前テレビか何かで見たんですけれども、まあ、やっぱり今分裂って言わなくて、統合失調ですけれども、統合失調の重度の方とかは神様の声が聞こえると言って、仏壇の前で自分の手をハサミで切っているところを発見されて保護されてみたいな、まあ、そういうことたくさんありますよね。でそれは大変なことだったりしますし、あるいは自分で自分の目をえぐってしまう、 両目ともえぐってしまうとか、まあ、そういうこと自傷行為をねしてしまうで、それをまあ、アートと言うかどうか別に言っても言わなくてもどっちでもよくて大変なことだっていう感じの印象の方が僕は強い。でそれ自体を価値あるものとして認めるかどうかみたいなことはまあ、それ自体をとにかく大変なものとして見たいということはありますね。まあ、とりあえず他にも話したいことありますけど、まずはそれでいって、はい。今の中澤さんのコメントに対して、一つこれ中澤さんへの問いかけなのかな、問いかけの仕方によっては、むしろ串野さんへの問いになるかもしれないけども、一つ思うのはね、今中澤さんがアートはね、本当にアートっていうだけでいいことなのかっていうような、まず枠組みからお話を進めるた、で、つまり普通その時にはアートというものは良いことなのかというのは、その何だろう、日常的な広い意味での良さ悪さという基準がありますよね。でつまり物差しがいろいろあるわけですね、良い悪いといってもね。でアートとしての良い悪いとか、それからアートの中でもアウトサイダーアートとして良い悪い、あるいはメジャーな先端芸術として良い悪い、ポピュラーアートとして良い悪い、でそれぞれはさまざまな基準がある。で先ほどその僕はカントの話出したら、カントの話は一番ベーシックな枠組みを出してくれたと言ったけど、カントは良い悪いの話は実はあまりしてないんです。良い悪いじゃなくて単に、美的な経験っていうのはこういったものがあるよね。でところがその近代芸術のそのもの展開がカントの美学をかなり否定していくんですね。それは芸術というジャンルにとっては美しさや、カントが言ってるような美しさ醜さ、あるいは美しいか美しくないかっていうことは一番の問題ではないと、一番の物差しではないと、で近代芸術のそのもの展開は美しさよりもむしろどれほど斬新であるかと、どれほど今までの物の見え方、音の聞こえ方、それから物語の捉え方を超えた別の新しい物語の捉え方、別の美しさ、美しいか見にくいかじゃなくて別の物の見え方、別の音の聞こえ方、そういったものを追求していくっていうのが、それからあとの特に印象派以降の前衛音楽、前衛美術、前衛文学の展開だったと。でところがそういう展開をしてきた中でもしてきたら、1960年代頃に西洋の諸ジャンル、文学でも音楽でも美術でも
それは限界に達しちゃったわけですね。でここら辺はあの僕のウィキペディアのページ見てもらえれば、あのその下の方であの誰でもただでもってダウンロードできる美術と哲学についての造形大学に書いたテキストがありますので、それをダウンロードしてもらえればとも思うんですが、ただいずれにせよその今まではその前衛芸術っていうのはどこまでもその新しい世の中の見え方、聞こえ方、物語のあり方を革新していくんだっていう展開をしてきたのが、最終的に60年代でなんで限界に達したかというと、何でもありになっちゃったわけです、あ結局芸術っていうのは何やってもいいよと、でそれがポストモダンっていう段階だった。モダンっていうのはアバンギャルドを前衛を追求してきた。ただその前衛を追求する中でもって方向は2種類あったんです。一方は芸術の純粋性を、絶対的な純粋な音楽、純粋な美術、純粋な文学っていうのを突き詰めていく、それぞれのジャンルの本質っていうのを究明していこうっていうような流れ、これはフォーマリズム、形式主義っていう、あの芸術の中ではやると、そういう方向と、そうではなくて芸術の限界範囲をどんどん拡大していこうと、本質なんていうのは芸術にはないんだぞと、それよりもどこまでもこれも芸術、便器をただ置いても芸術だ、それから裸のストリップをやったって芸術だと、それから画廊空間の中でセックスやったってそれも芸術だと、でそういうような仕方でもってどんどん幅を広げていくようなアバンギャルディズムの傾向もあったと。でその両方ともが限界に達しちゃったっていうのは、まあ50年代60年代の、まあ、限界に達したっていうのは芸術の専門家たちの間でもうこれはやるとこ行くとこまで行っちゃったねと、もうこれ以上本質追求なんかもできない、本質追求したら美術で言えば単なる箱田をキャンバスあの壁に提示するだけのミニマルアートっていうのを取りに行っちゃったと。で限界を突破していくっていう技術の方、芸術の方だって芸術の定義っていうのを壁に貼るっていうような作品も芸術になっちゃうし、それから空中にスプレーを散布してこのスプレーの効果は宇宙全体に広がっていくなんていうようなことをやったやつだってこれも芸術になっちゃうと。そういうことを言えば物理的にも概念的にももうこれ以上何やってもしょうがないと、何やっても全部芸術だよと、つまりそれ以上突破する限界はなくなっちゃったわけですね。何やってもいいってことになったら何やったって同じなわけ、で本質追求の方だってただの箱にまで行っちゃったらただの箱は美術やっぱりなんか変だよと、フォーマリズムっていうのはなんか間違ってたんじゃないのっていうような話になってきた。フォーマリズムっていうのはただの信仰に過ぎなかったんじゃないのと、でそういう限界にまでこう行っちゃってその後ポストモダンってなったら、じゃあ芸術ってのは結局何やってもいいよと、ね、別にあのポピュラーアートとハイアートはあのポピュラーアートに比べてハイアートは偉そうな顔してたけど全然そんなこともないよと、単に種類が違うだけに過ぎないんだと。で AKB の、 あのくだらない歌謡曲だって、あるいは、かなり難しい前衛音楽だって、あるいはもっとこう前衛ジャズみたいなクラシック系の前衛とは違う種類の音楽だってそれぞれにそれぞれだよと、自分が好きなものを聴けばいいよっていうようなことになってきちゃうと、これは昨日ちょっと飲み会でもお話したんですが、いわば神様がいなくなったわけですね。今までは芸術の神様の命令っていうか芸術の神様の考え方みたいなのがあって、そこにそれにこう支えられながら、芸術の限界を突破していくんだとか芸術の本質を追求していくんだっていうような展開が近代芸術の流れだったけど、いや神様なんてのはいなかったじゃない、何当たっていいっていう話になっちゃったじゃないと、神様がいるとすれば八百万の神様だよと、日本の、村の信仰みたいなもんだよと。でそういう段階になった1980年代頃に各国フランスを中心とした知識人たちが、これはポスト構造主義とかポストモダニズムって言われたような知識人たちが、日本にこそ現代の文化の典型的な場所を見出すわけです。日本の八百万の神々の伝統があるような、何をやってもいいよっていうような日本文化こそ、西洋的なモダンの限界を超えたポストモダンのがすでに実現されている国じゃないかと、ジャン・ボードロイヤールっていう、社会学者とかロラン・バルドっていう文芸評論家なんかがそのような仕方でもって日本にその、最も先端的な文化の状況っていうものを見た、それが1980年代だった。でその頃日本はどういう時代だったかっていうと、バブル経済に浮かれて、であんまり今みたいな
格差だとか分断っていうようなことも言われないで、むしろもっと楽観的なね、高度成長は一段落しちゃったけど、まあこれからはもう本当にみんな好きなことやっていけばいいやと、土地も値上がりしてなんかお金もどんどん入ってくる人がで、ところがそれはつかの間のやっぱり夢って言った、つかの間の幻影に過ぎなかった。で90年代以降長期不況になって、で日本では今では分断だとか、それからさまざまなストレス社会ということは言われるようになってくる。で、まあ、何でも良くなってしまったら、今度は逆に本気で追求するような対象、目標っていうものがなくなっちゃって、それぞれ誰でもそれぞれのことをやればいいよっていうことになると、昔みたいなその大きな夢っていうのは芸術からも消えちゃったわけですね。だから、さっきその串野さんはセンターアートに対してそのアウトサイダーアートっていうことを言われたけど、センターアートの方がそのアウトサイダーが介入してくる以前にすでにこう、なんだろう、分散状態になっている。昔みたいな大きな一つのブランドジャンルではなくなっちゃっていると。だからただ奇妙なことにですね、そのキュレーターっていうような職業がそのバブル期以降日本では定着し始めて、そういうさまざまな地方美術、地域アートみたいなものが起こって、今も地域アートっていう本がかなり話題になってしてますけども、でなんとなくそのセンターアートのお祭り現象っていうのは国中にあちこちで広がっている。沖縄でもそうだし、今回のこのアートもある視点から見れば特殊な地域アートって見られちゃう可能性だってなくはない。で沖縄っていう地域を活性化しながらっていうような、ね、話でね、そういうふうに見てる人もいるかもしれない場合によっては、沖縄ミニエンナーレ、連携事業に認定されております。ですよね。僕はそれはネットで見てびっくりしたんだけど、で、ただそうするとその昔のレオナルド・ダ・ヴィンチからそのセザンヌを通してそれピカソ・ウォーホールにつながってきたというような、そういうような大きな、特殊な制度化されたお祭りではなくて、村祭りの現代の消費社会、現代の資本主義の市場と結びついたそれぞれの各地の小さな、その都度その都度現れては消えていくようなお祭りのジャンルっていう形に芸術が変化してきたのかもしれない。文学もその大江健三郎とか筒井康隆のような巨匠っていうのは今は存在しなくなってますしね。でこれは日本だけの現象じゃなくて各国でそういうようなものだと。で前衛文学なんかもフランスでヌーボーロマンっていうものが出てきて、ロボグリエだとかそれからミシェル・ピトールっていう人たちは最後の前衛として活躍したのは1950年代から60年代くらいで、それ以降は前衛文学っていうのもほとんどポピュラー小説と変わらないようなものになってきちゃった。でこれはある意味その何だろうなと思って、これは本当は次第に今日したかったんですけど、人となっちゃったんですけども、言ってみればその異界が、今日お話した異界、特殊なお祭りをして異界を呼び込むっていう、そういった芸術の近代芸術の営みが分散化しちゃった。資本主義市場の中で、で分散しちゃったっていうのはちっちゃくなっちゃった、ちっちゃくなっちゃったっていうのはそれぞれの神様が大きなアートの神様なんかじゃなくて、それぞれの村の神々、日本で日本古来の伝統みたいな、でそういったものに特殊化してしまった。でそれでもって、ジャンル全体としてのその大きな展開っていうものは消えてしまって見えにくくなった。現代芸術が今何やってるかっていったら、昔みたいにシルエリズムだとか、それから抽象表現主義だとか、そういった大きなムーブメントはなくなっちゃってるわけですね。実際今現代美術のムーブメントは何かって言ったら、一言で言うのはとても難しい。関係性のアートだとかソーシャルエンゲージだとか、いろんなこと変なこと専門家筋では言われますが、でもそれは専門家筋のやっぱり一部ですよ、全体を通すようなものではない。でその状態自体がね、今のアート界にとっては一つの新しい障害、壁の可能性はある、うん、でそこに対して中澤さんが言っているような機械芸術や機械美術っていうものがどう関われるかっていうような問題も出てくる。これがね、その今のアートの分散状況が、その中澤さんが、中澤さんの本でも展開されている美術の展、あの中澤さんが書いている3段階の展開を、循環史観、うん、あの循環史観を別の新しいフェーズに もたらす、いい方へか悪い方へかは分かりません、分からないけども、それと違う方向に何かが動いている可能性も、まあ、あるかもしれない。それもやっぱり AI 芸術の展開と
ちょっといいですか、話で。要するに、串野さん の、 あのご質問であり、あの最初 の、 あの AI、あ、違った、アートになるかとか、うんうん、アートになるかっていう質問に対して、まあ、僕が答えたことに対して、今、藤井さんにあの、大変長い、あのここちょっと長くなりました。あの、あのおっしゃっていただいてたんですけど、あの今ここで問題になっているのを整理すると、何に価値があるのか、あるいは価値がどうなのかで、その価値というものをアートととりあえず言い換えるような形で今あの話が進んでいるんだとするならば、例えば自傷行為に価値があるか、うん、あるかとか、まあ、そういったようなことになると思います。で、そのですね、あので今藤井さんがおっしゃったことは、結局あの価値の多様化、あるいは価値の決定打がなくなる、大きな物語がないということは、価値の中心基軸がなくなって、あの多様な価値の林立乱立でということは、あの逆の意味で言うと、あの多数に価値が分散するということは、どこにも価値がなくなる、まあ、それが何でもありという言葉とあのつながってくるみたいなような展開だったと思うんですけれども、でそこのところで、藤井さんがじゃあここで中澤の出してきた AI というものがそこにどう関わるのかという話なので、ちょっとここであのマイクいただいたんですけれども、要するにあの僕があの話したですね、この人間美学が置いてけぼりとなる時という話は、あのそこの話のところで、すなわちあの価値があの今、相場変動性みたいになっている、すなわちあの金本位制だった時の経済は、あのどこかに金とこのようにあの打感できるということが価値の源泉になってたわけなんだけど、それからニクソンが金本位制をあの停止して、あその後ドル本位制になって、それでその後ドルと の、 あの打感停止にして相場変動制になったじゃないですか、経済の方が。でその時にあの価値があの分からなくなった、あの保証するものがあのなくなった、しかし保証するものがなくても、なんとなくあの相対的にこれが価値なんだろうみたいなもので、とりあえず世界経済が今動いている状態なんですよね。でそれと同じようなことがあの芸術とか、文化あるいは、美学の領域、あるいは神前美という、古典的なジャンル分けをするんだったら、神前の他の美のところに、その、軸となる価値があのなくなると、まあ、そういったあのようなあのことがあの出てきているというふうにあの思いますけれども、それで、どうしよう。それでですね、その価値が相対化してこう分からなくなった時に、結局あの出てきているあの価値づけの論理は、これもあの60年代の古典的な論理なんですけれども、アーサー・ダントなどがですね、結局アートワールドがあの価値をあの決めていると。でアートシーンというあの悲壮なあの全体に対して、あのおそらくあの 世界の中、全世界の中で300人くらい の、 あの関係者があのなんとなくその価値づけを行っているんではないかみたいなような仮説みたいなものを出して、それはあの批判もなされているけど、それ以上にあの説得力のあるあの言い方も出てきてないというようなことで、結局相対性の中に今埋没しているというのはあの事実だと思うんですね。でその相対性の中に埋没しているときに、あのその相対性が嫌だということで、とりあえずここに価値があるとか、あるいは価値自体が嫌だということで反芸術に走るだとか、まあ、そういったようなことの繰り返しの中で、その価値付けをどうするか、でその価値というのは、もともとなんで価値の体系がなくなったかというと、僕は民主主義だと思っていて、でその対極があの一神教が支配するあの神権政治の時代だとしたら、あの神こそが一つの価値の拠り所だったわけ で、 で神を称えることとかで、神との関連付けで価値の相対性が決まっていたと。
でそれが、君主制になった時に、まあ、あの神が王様という、まあ、人間の君主に降りてきて、でその後民主主義になった時にあの価値の相対化が起き、すなわち価値の拠り所がなくなった、まあ、その途中段階で、価値の拠り所がなくなると困るということで、フランス革命時には理性に価値を求めようとして、まあ、理性の祭典みたいなことを、まあ、祭典という言葉を藤井さん今日出されましたけれども、神が行ってきた祭典に対して理性の祭典みたいなのを一時期出してきて、まあ、理性を祭り上げようとしたということがある。ところがその理性もあのどんどん理性内部の矛盾、ゲーテルの不完全性、定理その他によって、なくなってきて、理性の失墜も起きて、まあ、全部多様性の時代になってきたんですけど、まあ、そこのところで価値の相対化が起きた時に、もともと芸術はその中でも価値づけをしようとする力と価値づけをしようとすることは不可能だとする力のせめぎ合いの中で出てきているものだと思うんですね。なのでアートというものがもともとあって、それがアートになるかならないかではなくて、アート自体がすでに自分自身の指針を全く失っている、失っていながらなんとなくできていたりできていなかったりする、まあ、雲のような存在である。でそこのところに、じゃあ今から価値を、人間どもはまた作り出せるのか、これが価値であるみたいなことを作り出すことができるのかっていうような問いを今立てたとするならば、それと同じ問題が今人工知能は価値を創発できるのかという問いと重なるんですね。要するに知性があれば、その知性が持っている主体がどこかに価値体系を見出すことができるのか、その価値のために自分が死ねるだとか、まあ、そういったようなこととも繋がるんですけれども、この価値のためだったら何ができる、先ほど藤井さんが奥さんのためだったら相手を殺してもいいみたいなものも、それも奥さんという価値に対する反応ですよね。まあ、その価値をどうするかっていうようなところで、人間は価値体系を自ら作り出すことができるのか、相対性の中に埋没することか、あるいはそれにエントロピーの増大に反対して価値体系を自ら作ろうとするとの狭間にいるわけですが、まあ、そこで今 AI を問題にするならば、 AI は今は人間が価値を与えないと、要するに報酬系、すなわち、価値関数を与えないと全然動かない、展示されているものだと、AI ブランコがありますけど、ブランコの振幅が大ければ大きいほどいいぞっていう価値を与えれば AI はすごくよく動いてブランコがよくできるようになる。しかし、そういう指令も何もなしに単に AI を置いといても何も起こらない、いや何も起こらないのではなくて、道谷先生の研究だと起こるのではないかっていうあたりで、要するに AI が自分の価値を持つことができるならば、まあ、人間も自分の価値を持つことができるとか、まあ、そういったところとつながるので、逆に AI に我々の問題を投射することができるっていうあたりで、そこに肉薄しようとしているつもりです。僕も長くなってしまいました、すいません。話の中澤さんが出された話はね、もう本当に展開するいろんな種を含んでいるんで、どっちの側にも展開できると思うんですが、その客席の方から今のここら辺で話してた話に具体的なポイントを取ってもらえば方向がもう少し出せるか、あるいは串野さんの方から今の中澤さんの話なんかでも、ここのところはなんかちょっとよくわからないのとか、ね、ちょっと話がもしかするとずれるかもしれないんですけど、アウトサイダーアートって基本的に、例えば、まあ、第三者が発見して価値付けするっていうこともあるし、あとは芸術そもそもその負の概念から結構生まれてることが多いなと思うんですよ。特にアウトサイダーアートってその要素が強くって、例えば家族と離別したとか、定年退職して住むところが変わったとか、
震災にあったとか、何かそういう戦争体験をしたとか、あと障害を背負ってしまったとか、そういう負の概念から生まれる表現っていうのが僕らの心を打つというか、何かそういうものを秘めてるんじゃないかなと僕は思ってて、そういう意味では例えば AI のそのブランコのこの動きは僕は響かないんですよ、正直。だからそのあたりで今後そういうどのあたりで誰が勝ち付けをしていくのかっていうのが一つ聞きたいのと、あとは例えば障害者のアートって言われる世界でもある程度何かパターン化した美術っていうのができてきてるわけですよ。例えば同じ記号をひたすら書くとか、自分の名前だけを並べるとか、周期的なこう色を置いていくとかですね、そういうものが一定に評価されていくと、今全く同じ作品ではないんだけど、それに類する人たちが世の中にいっぱいいるわけで、もちろん完全一致はしないけど、そういう人たちは今評価されてないっていう現状があって、だからもしかすると AI の業界でもそういうなんかこうAI 美術の代表選手みたいな人が出てくると、そうじゃない AI とのなんかこう落差みたいなのが出てくるのかなってのがどうなのかなっていうのをちょっと知りたいなと思います。AI アート同士の落差はありますよ、全然、はい、あ、いや、あと最初の質問の、何かこうよ、つまり、負の概念を背負うっていうか、そういうものが、なんていうかな、それこそがその人の僕は魅力だと思ってて、ある意味例えば今日紹介した藤本雅人さんっていう人は路上生活を送ってて、ああいうものを作ってるから面白さがあるんですよ。それを AI がただそのミッキーマウスの芝を、ね、草を刈るだけだと、なかなかそれはどうなのかなと、逆の中で、それもあの物語が背後に入ってて、要するにミッキーマウスの芝生が面白いのは、それがあの路上生活者が一人で勝手にやってるからだというのは、あの同意なんですね。例えばあれをミッキーマウスの作りましょうって言って、あの小学校かなんかであの毎年やってるんですみたいな風にやってたら、それほどそんなにあの面白くないみたいなようなことはもしかしたらあるかもしれない。でそれと同じなんで、あの AI もあの人間がプログラムして、それでミッキーマウスの芝刈りをしたら別に面白くないんですよ、はいはい、だけれども、あの AI プログラムをほっといて、でほっといたら、その AI を搭載したロボットが、あの自律的に動くようにしといて、で、まあ、じゃあ例えば、お掃除ロボットルンバに、あの自律的にあの自分のプログラムを書き換えるようなあのシステムを作って、それでも、あの人間が 何も指令してないのに、あのそのお掃除ロボットがあのミッキーマウスの顔を描くような、あの掃除の仕方を始めたとか、っていうことがあったら僕はとても見たいですね。要するに人間がプログラムしてその通りになった、だったら面白くない。だけど人間がプログラムしないのにそういうふうになったら、それこそ見たいと思いますね。今のお二人の話聞いて問題点はちょっとはっきりしてきたんですが、この今初めまず、串野さんが言われたその藤本さんがですね、路上生活者、車上生活者でなかったら、つまり、あのミッキーマウスの芝刈りアートが、そういう特殊な、生活形態をしている人でなかったらあんまり面白くないと、でそれを中澤さんも受けられたと、でね、そうするとそれじゃあね、あれを仮にその誰かがこっそりと路上生活者のふりをしてあれをやっていたと、でそれに路上生活者のふりをしていたってことに気がつかないでいれば、本当に路上生活者がやったんだと思って、つまり路上生活者の贋作ですね、僕ね、それサムラコーチ問題だと思ってて、サムラコーチ、サムラコーチは素晴らしい、アーティストだと思って、その意味でね、新垣さんも素晴らしいんですけれども、贋作者
要するに贋作をしてまで表現したいものがあったわけですよ、うんうん、でその場合には、彼の作品が素晴らしいんじゃなくて彼の存在込みでもってそうです彼の全そうですってことなわけね。そうです、うん、でそうするとねこれは奇妙なことにその近代美学を逆転させるというか近代美学の、熟化された部分の逆方向になるわけです、ね、つまり一つ面白いのはフォーマリズムじゃなくなるフォーマリズムというかそうねある種のねフォーマリストだけじゃなくてアバンギャルドの方も実はそうだったんだけど非常に有名なテキストで作者の死っていう論文を、うんうん、構造主義の代表者の一人文芸評論において代表していたロラン・バルトっていうのが書いていてこの作者の死っていうテキストは世界中先端、うん、先進諸国の先端文化でもってとても大きく受け入れられた。でなぜ受け入れられたかっていうと今でも多く の, 美術識率なんかそうなんですが作品の価値っていうものを作者の存在でもって正当化しようあるいは作者の伝記でもってベートーベンっていうのはこんなすごかったんだよだからやっぱり作品もすごいねとかレオナルド・ダ・ヴィンチはこんなような生き様があったからそれは作品に反映されてるねとかねそういったような作者の意図だそれから作者はレオナルド・ダ・ヴィンチはこう考えてこの作品を作りましたよとベートーベンはこう考えていてこの、運命のモチーフっていうものを作りましたよっていうのはそういうような作者の意図のようなものに還元するようなかつての古い批評に対して新批評だとか構造主義批評っていうものはアンチを超えたと、うん、ベートーベンは実は本当はそんなようなやつじゃなかったとしたってやっぱりベートーベンの音楽はすごいじゃないかと、うん、ベートーベンの今までの伝記っていうのは全部デタラメだったとしたって作品があれならいいじゃないかとあるいはベートーベンなんていうそのものは本当はいなかったと、うん、本当はいないで誰かどっかの集団が作っていたものがたまたまベートーベンっていう人格の名前を与えられただけだったということは実は実証でバレたって構わないじゃないかと、うんでそれが作者の知ってもらったつまり作品っていうのは作者の問題ではなくて受け手がねその作品をどういうふうに経験したかその問題こそが重要であってそれを作者の意図に還元するのは一つの信仰に過ぎないと一つの宗教に過ぎないと、うん、でこれが作者の知っていうテキストが与えた、センセーショナルな意義だったわけです。でところが今度はねその作者の詩でテキスト性中心主義っていうのは構造主義以降、まあ新しい常識になるわけなんですけどその先端的な、芸術感を持っている人々にとってはで今度はそれが行き過ぎるところがあって、うんうん、テキストが全てであればつまり作者はいらない作者いらないっていう作者はどうでもいいと、ベートーベンがイカサマ野郎だってレオナルド・ダ・ヴィンチっていうものは本当はすごいいい加減なやつだったってそんなのはどうでもいいと作品が良ければいいじゃないかとそして作品はしかも作品が良ければいいっていうのは作品は受け手にとっていろんな解釈でもって、解釈のされ方が多様なんだからその作品を鑑賞する側経験する側がその都度それぞれ経験すればいいっていうことが今度重視されてくると今度はこの作品の受け方のレベルでも相対主義がね出てきちゃうわけですね。つまり同じベートーベンの作品を聞いたってつまんないっていう人にとってはつまんないしすごいと思う人によってはすごいんだけどすごさもその人それぞれですごさの感じ方は違うと。で AI 芸術に対しても全く同じだと結局はやはり人間がどう感じるかの問題だと。でそれに対してさらにその新しい最近の動向では詩弁的実在論だとか詩弁的唯物論っていうその、受け手との人間との関係性っていうのを重視しすぎた近代の哲学に対してそんなの抜きだってやっぱり人間が全部死んじゃったって宇宙はあるじゃない人間が全部死んじゃったって目の前にはその、大地は残るしあるいは地球がなくなっちゃったって宇宙は残るだろうしそういった事実性偶然宇宙がこういうふうにあるぞっていう事実性を重視しようなんていうような思想が最近一部で流行ってるんですがそれだってもう突き放してもう一段突き放せばねそういうような仕方で世界を捉え直しているような新しい思想家たちが一部の先端文化に敏感な人たちに受けていると、うん、それもやっぱり受け手とその詩弁的実在論だとかなんかとの関係性の問題じゃないかと。で話がぐるってまた元に戻っちゃう。で先ほどのね
お話でもその楠野さんのお話で一つ疑問を出すとすれば、存在者込みであるとしたら、その本人が実はイカサマヨロボだった場合に、実は路上風生活者のふりして、隠した不動産資産がいっぱいあったとかね、だから単に彼は趣味でもって路上生活してるだけだったと、本当は預金額が何千万もちゃんと どっかの銀行にありましたよと、でこっそりとそれを 毎月下ろして、実は悠々とした生活をしてたんですよと。でそういうような場合には、それじゃあ彼の試みはダメになっちゃうのかどうか、そういう問題一つ、でこれは AI の方に関しても言います。機械がどれほどやったって、中澤さんが面白いと思わなかったら、その機械 芸術はダメなのか、もしそうだとしたら、その機械芸術の面白さはやっぱり人間中澤秀樹が支えることになるんじゃないかと、これはお二人に対する問いかけ。先に作者も含めて作品だみたいなタイプのものと、そうじゃなくて作品だけ切り離したで、作品と作者を切り離して見るべきタイプの作品と、まあ、両方あるんじゃないかと思いまして、で後者の方は確かにフォーマリズムというのが50年代のフォーマリズムだけど、1920年代 の形式主義自体がすでに作品だけを見て、まあ、作者などあるいはその他余計なものは全部エポケして見ろというようなものでしたので、まあ、それは一つあるんですけれども、ただ僕は作者の存在まで作品化しているやり方の作品というのはあると思うんですよね。でそういったものに対してそのフォーマリズム批評みたいなのが有効、常に有効とは限らないと思っているのと、ただ僕はフォーマリズム批評みたいなものもすごく好きで、で僕のじゃなくて展覧会の出品作の中では、例えばうねみさん のやっている作品のアプローチなどはむしろ作者性なしで作品だけで見てほしいと、なので 手垢もないですし、全く機械計算だけの結果をでここまでいってるものを見てほしいみたいなものだと思うんですね。で そちらの方が当てはまるんじゃないかと思っています。で機械で僕に対して2番目の方 のご質問の方で藤井さんの方 の結局中澤が面白いと思った AI、アートかそうかっていうことよりも、もっと重要なのは AI に美学判定みたいなことができるようになった時に、そちらの方に自分が従うべきかどうかという問題が起きるということの方がずっと面白いと思っていて、要するに AI が出してきた結果に追随しなければならないんですね。例えば5の世界だと、5の世界だともう AI が出してきた方がもうこちらに今までの定石としては悪敵だったはずなのに、これが出てきたのはどういうことかと、 AI がやってるんだからそっちが正しいだろうという前提でもう進んじゃうわけなんですね。で同じようなことが芸術の方で起きてきたらどうするんだというようなものなので、そこはもう中澤個人と全然関係なくそういった未来を考えているということと、あともう一つ今せっかくなので今言うと死の欲動の話と反芸術の話がちゃんと本当はつながるとよかったかなというふうにもちょっと思っています。で反芸術の文脈でアウトサイダーアートが捉えられることもあれば、アウトサイダーアートはしかし反芸術というよりは反芸術と似てるようでかなり異なるシュルレアリズムから捉えられることが多いので、そこのところのことで言えば必ずしも60年代以降 のポストモダンの話ではなくて、もっと前から繰り返されてきた問題系なのかなとも思っています。
やっぱり今のアウトサイドアートの主流は作者の属性込みで評価するということなんで、言われるようにそのもしそれがペテン師だったらやっぱり評価はされないと思いますね。世間一般じゃなくて串野さん自身もやっぱりそこで評価をやめる、評価をやめると思いますね、はい。あ、じゃあ そこのところ、はい、そこのところであのさっき佐村コーチのことをあの評価したのは、僕は佐村コーチの曲は全然面白くもなんともないんだろうと思ってたんですね。あのっていうか佐村コーチのこと事件前に一回人からあのちょっと噂を聞いたことがあって、であのきっと何も面白くないんだろうなっていうか、まあ、自分には無関係なものだろうなというふうに思っていたんですけれども、サムラボーチ問題が起きてから、うん、あの逆にあのサムラボーチ問題と螺旋問題がつながるなと僕は思って、うん、むしろサムラボーチ の嘘をついてまであのちゃんやろうとしたっていうようなこと、うん、でその時に出てきた音楽の良し悪しみたいなこととしては、あの僕は新垣さんは前から、実は知ってたんですけれども、新垣さんのいわゆる曲とは全然違うわけですよね、うん、で全然あのまああるなんて言ったらいいかな、まああの J-POP のように別に興味がないものではあったんですけれども、うん、あの逆にそれをわざわざ出してきてそこであの人を感動させるという物語を作る、あので自分がここまで嘘をついてまで人を感動させるというような、うん、あの物語を作って、それを自分も見たかったんだろうと思うんですね、うん、サムラコーチの場合は。なのであの僕は逆に発覚してから、うん、サムラコーチを素晴らしいと思うようになっています、うんうん、その素晴らしいっていうのはあの芸術家として素晴らしいとかいうことじゃなくて、人間として興味深い存在だなっていう意味で、芸術家として素晴らしいで理由が一つあって、うん、それは、新垣さんへの指示書です。でその指示書の存在は、うん、あれはもう本当に、うん、あのここまできちんとやっていて、うん、あれを展示したいです、うん、であれば、新垣さんとの合作ということであればね、どうなの、合作者と共作者ということであれば、合作や共作ではないです。あれは新垣さんという道具を使ってるだけです、うん、ああなるほど、それはちょっと面白い。あのさっきの一種の内なる他者みたいなもんで、新垣さんにとってのね、内なる他者が外にいるっていうようなね、だからそれはあの今 あのプロデューサーの役割だとかね、うん、なんかといろんなあのファインアート以外のね、と通じるものだと思います。実際そういったあの画作っていうのは実はその、うん、西洋近世から近代現代の芸術っていうのは個人が主体になっていたけど、実はその個人至上主義っていうのももう一つありましたよね、西洋近代的な芸術はね。だからこそ巨匠の個人名っていうのが非常にクローズアップされた。でそれに対して多くの文、あれは非常にあの突き放してみれば特殊な文明なわけですよね。多くの文明ではそんな個人の天才なんていうのを重視する文明っていうのは人類史上実に少なかった。で西洋芸術の源泉であるギリシャっていうのは少しそういう面があったけれども、でそれ以外の多くの文明はその個人の天才なんていうのをそんなに崇める、あまあなくはないんだけどね、中国でも日本でもなくはないんだけど崇め方は違うし、それから、個人っていうのを個人だけクローズアップするっていうのも特徴だった。むしろ工房っていうのはクローズアップされる場合もあったし、工房よりも村全体でやってるんだとかそういったようなことがあのだけが問題だったってことも、だからそういった意味じゃあのサムラコーチの場合には特殊な、すでにその個人に所有権があって、で著作権もあると、でそういったその芸術以外の政治経済のシステム込みでもってね、所有権を中心としたで、うん、そういうの込みでの近代社会における問題ですよね。単に芸術だけの問題じゃなくてね。でそうすると AI の場合なんかだと、そういった所有権だとかね、それからコピーライト権、著作権だとか、そういった問題もまた大きく変化するあの、問題のシーンですね。でそもそも情報処理機械っていうのは
いくらでも複製可能なわけですから、初っ端から複製可能なものとして何かを作るわけですから、著作権問題っていうのが全くその新しい段階に入る可能性があると。例えばLinux なんていうソフトウェアはあれは著作権フリーみたいな形でもって展開して、でそれであれも新その一つの現代の所有権に関する新しい審議を示唆してもいたし、あれは芸術の問題にも関わってくるでしょう。そういったオープンソースとしての芸術っていう可能性っていうものも AI 問題と絡めてもって出てくる可能性。それからさらに AI が芸術を作るとしてね、 AI 自体が一つの主体、固有名を持った主体となるっていうのは、これは考えてみれば奇妙な話であって、人間の存在をむしろ AI に投影してるわけですよね。人間っていうのは固有名を持って所有権を持った主体、一人の主体っていうものが何かを創出して、その人に著作権も所有権も帰属するっていうのが近世近代的な考え方だったけども、それを AI にも投影して、 AI も一つの主体性を持った時に AI に天才 AI 君に何とかっていう名前がついて、今でも K だとかなんかっていうのは半ば固有名詞みたいなものを持ってますけども、だけどもし本当に AI が AI の特性っていうものを発揮するとしたら、そういった個体的な存在性だ、存在性格だとか個体的な所有権っていうものもむしろ無用になってくる、その可能性も大きい。というか本来そういう展開するはずなものを人間がどっかで持って、それをコンピューター K を創作したコンピューター集団、あるいはエンジニアリングだとか、そういったものが今でもむしろ後ろについてますから、そういったものの所有権との相関関係でもって、そういう新しいハイテク機器も個体的な存在性格を持っちゃっているけれども、これもそれこそ機械が勝手に自分で何かすることになったら、こんな問題も吹き飛ばされる可能性もある。そうですね、会場の方から何かあったりしませんかね。何か、はい、はい、ちょっとすみません、こちらまで、はい、お願いします。ちょっと伸びるかな、はい、はい、じゃあここですみません、はい。中村と申します。これまで大変面白い貴重な話ありがとうございました。ちょっとその AI の美術とか、そのアウトサイダーの美術っていうのがこれからどんどん流星になっていった場合、この見る側の受け止め方と鑑賞側の問題としてどう付き合っていけばいいのかなっていうのは、例えば中澤さんとか美術アートを作り出す立場で、串野さんはそれを伝える立場で、藤井さんはそれを評論する立場っていう三様のすごく違う立場の話が今回すごく一堂に会して議論されているこの場っていうのがすごく興味深く楽しく拝聴してるんですけれども、それ以外のほとんどの方は見る美術を作る人でもないし、それを伝える人でもないし、評論する人でもない、ほとんどの9割以上の方は見る側の立場ですよね。でその人たちがこの AI とかそのアウトサイダーを見た時に、例えば知らないで見て感動したと、でこのチンパンジーが描いたと知らないけど、この空間のこの撮り方とこの色の混ざりがまさに何か違うものが見えるとか感動した、そのでも次の瞬間チンパンジーが描いたって言った時に、その今まで持っていた自分これが価値があるって言って見ていたものの大きな崩壊とまでいかない変化が現れたりとかする。例えば今回のポスターのレンブラントの肖像画を崩したもの、あれを実際本当に純粋にクリエイトで、名前忘れたんですけど、魚とかなんとかの顔を描いたり絵があるじゃないですか、あれと同じ作家が実は描いてましたっていうのと、そうじゃなくてこれはとか、いや実はこれコンピューターでできるんですよって言った時に、その前は中世のあの人が描いてたんだろうな、もしかして隠れた絵があって実はレンブラントの肖像もこういう風に描いてたんだ、大発見だって言って見て感動したのと、いやこれはねコンピューターで行った時のこの鑑賞側のこの価値の崩落、崩落とは言わないと思うんですけれども、この大きな変化っていうのがあった場合、今後そういった鑑賞者側の何ていうのか、スキルとか見方とかそういったものもどんどんその美術との付き合い方って散々歴史の中で
その美術の付き合い方とかっていうのを言われている、新たな付き合い方っていうのが今後あった方がいいって思われているのか、その新たな付き合い方が生まれてくるだろうっていう、どういう何かあるのか、ね、それぞれ絵を作り出す側とそれをつなぐ側と披露する側のこの三者の方々の何か考えがあったらお伺いしてみたいです。はい、ありがとうございます。アルチンボルトですよね、先ほど言いたかったのです、ね、アルチンボルトですよね、はい、どうします、じゃあ真ん中に座っている串野さんからいきますか。はい、アウトサイダーアート僕はだから世に出してるんですけど、結局それは今日の藤本さんとかいろんな人もそうなんですけど、僕はそのやっぱり福祉的な畑で育った人間なので、そのアート云々っていうよりはそれをやっぱり受け止めた人が自分の人生を鑑みた時にどういう生き方が、自分でいいのかとか、それをやっぱり考えてほしいなとは思うんですよ。だから自分の好きなことをやって生きている人たちが大半なんですけど、そうなるとそのさっき言われた価値あるものとは何だろうとか、でも基本的に無駄って思われてるようなことをやってるけど、じゃあ今まで思ってた無駄の概念って何なんだろうって、なんか自分のその人生と照らし合わせた時にそれってやっぱりすごく面白いものかなと思うんで、その作品そのものよりは僕はどっちかというと作者の属性も含めて見た時にその面白さがより伝わるんじゃないかなと思うんで、別に今後その見方が変わるとかそういうことはなくてもいいとは思うんですけど、そこが最大のアウトサイダーアートの面白さかなとは思うんですよね。やっぱりお金を貯めたりいい会社に入ったり大学に行ったりする人生よりは自分の好きなことをやり続ける人生の方がもちろん多分楽しいはずだし、彼らの方が死ぬ寸前に面白かったって言える人生だと思うんで、だから作品そのものよりもなんか生き方の指標としてちょっとこういう生き方もあってもいいんじゃないかって捉えるっていう方向性が今後のまあ提案するなら見方かなと思うんですけどね。ん、はい、どっちとか。ん、あ、じゃあ、今の串野さんの話を受けると、今の串野さんの話は、結局、アウトサイダーアートに接することも人生を豊かにするということで、うん、でこれは美術史の話にしちゃうと申し訳ないですけど、まあ、シュルレアリスムが人生のための芸術ということを宣言の中でもはっきり歌っていて、うん、で驚くべきもの、おぞましいもの、いろんなもの、まあ、刺激的なものは、うん、人生を豊かにすると、うん、まあ、そういった言い方で商用した中にまさしくアルチンボルトであれ、うん、アウトサイダーアートであれ入るものだと思うんですね、うん、で、ただそこのところで僕の場合はそこで人生を豊かにするから芸術がっていうような言い方じゃなくて、人生を貧しくするかどうかは関係なくても面白い芸術みたいな方向をやりたくて、あるいは芸術としての芸術、すなわち、まあ、芸術のための芸術として、まあ、人生のための芸術の追後になるんですけれども、で、なのでその時には作者性も含めるかどうかは単に鑑賞側からの作者も含めて作品を考えるかどうかだけの問題でもあると思っていて、で芸術のための芸術みたいなようなことだとむしろそれは人生自体がそれによって貧しくなる、死に向かう、うん、なぜなら人生のための芸術だったら目的があるわけだけど、芸術のための芸術という自己回路というのはある意味そこから人生が阻害されるので、なのでこんなことをやるから人生を潰してしまったみたいなような結果になるんですが、僕はそれでもそこに芸術のための芸術を目指すものの方を重視したいみたいなところがありますね。なので見方としては、アウトサイダーアートにしろ
AI アートにしろ、あの我々の人生とは無関係に、なんだろう、まあそうですね、あのなんだろう、僕はあの結局反芸術でいいんですけれども、あの芸術のための芸術を目指した結果、芸術はいらないくなっても構わない、で特に人間の作る芸術はもうあのいらない、もう芸術はあの AI に任せておけばいいみたいなことになって全然構わないと思っているけれど、でもそれを見たいという欲望だけをあの最後の取り入れしていると思います。今のお二人のお話、興味深かったんですけども、中澤さんの話はやっぱりあの中澤さん、それが含めてそれこそが中澤さんの趣味なんですね。中澤さんという非常に特殊な個人の、でだからその AI 芸術なんてどうでもいいって思ってる人にとっては全くどうでもいいわけだし、聞かないかって何しようが、でただそういうふうに言い切っちゃうと初めのその相対性の問題が繰り返してきちゃう。で今度ね、その中澤さんが今ね、その純粋芸術っていうのの自己回転やってると、それでもって人生失敗しちゃって何こうっていうような可能性もあるとかいうようなこと言ったけど、社会全体の良さっていうことを考える場合、今度個人はそれぞれ自分の趣味でもって生きるしかない、最終的に言えばその出世したいっていう趣味の人もいれば、出世なんかどうでもいいと、とにかく自分の好きなことをどこにも追求するっていうことがいいんだと、僕はどっちかというとそっちのタイプだったんですが、野心がなさすぎて、で神さんにも迷惑をかけてどっちかというとそっちなんですけども、で、まあ、それはともかくそのそういった個人的な趣味の問題と、しかしその個人的な趣味っていうのは実は個人的と言えないんじゃないかっていうのが、実はさっきの僕 の, 本, あの本題の報告であったわけです。その個人的だって自分が思っているのに、それは実は自分の内なる別の他者がね、夢でもって自分に悪夢を見せたりするような、そういったうち、自分の中の別の存在が自分をして、そういった反出世主義だとか、あるいは出世の亡者だとか、そういったものに駆り立てられてるんじゃないかと。でそこに注目するとね、人間自体はすでに AI 的なものなんだと、実はつまり機械的な存在でもあるんだと。つまり私は自分の意思でもってこういう人生を選択し、こういう作品を好んで、こういう作品を趣味と持っているかもしれないけども、実は私の中の、人間という生命体の細胞のマシニックな機械的な組織が私をの意思をしてそういうことを勝手にやらせてるんじゃないかと。脳神経系っていうのはその一部に過ぎなくて、その育ちのでもって、先ほど本来でもって言ったソフトウェアのね編成のされ方含めて、私が考えてると思っていたことは、私の今まで私の中に住み込んださまざまな他者によってそう思わされてるだけ。それが他者じゃなくて、それが利己的な遺伝子という考え方が、あります、まあ、進化論上でありまして、はい、その利己的な遺伝子の考え方を出すと、死の欲動とかも説明できる場合が結構あるみたいなことが言われて、でその辺の関係がどうなのかなと思いながら実は聞いていたというのもあって、なので今の自分の中に他者がいるとかっていうような話よりも、他者という言い方よりも人間自体が遺伝子の乗り物である、で遺伝子から見たら結構死さえ遺伝子のにとっては利己的な動き方をしていると。でそれが進化の原動力になり、その遺伝子というものをミームというレベルで、これは中島さんの方の話ですけれども、まあ、ミームというレベルで捉えたり、文化的遺伝、まあ、文化的遺伝子として、で結局芸術史のイデア的なものがあるのではないかみたいな、全く相対的ではなくて、まあ、やっぱり芸術という何らかのイデアみたいなものがあって、それが伝播していて、ミーム的にいろいろな人の脳を媒介として定着していくのではないかみたいな考え方との関係で言えるんじゃないかなと思ってます。僕は言えないと思ってます。なるほど。スパッて言えば、つまり、それに意見に全面反対するってんじゃなくて、それは先ほど本題の時にも言ったように、一つのレイヤーとしてそういうレイヤーが我々の内部にあると、
そういう言い方であれば十分承認できるし、そういったミームやなんかの研究っていうものの意義は十二分にあると思ってます。ただそこに全てを還元するというのはね、これは一つの神学に過ぎない、で一つの宗教に過ぎない、新しい現代的な宗教に過ぎない、あるいは遺伝子レベルに還元する人もいれば脳神経系レベルに還元する人もいる。でもね、そういった科学主義に対して問題を提出するとすればね、なんでそこで止めるのと、もっと下のレベルに分子レベルがあるじゃないと、あ、まずそれから分子レベルの下に素粒子レベルがあるじゃないと、で、MIME の活動なんて言ったってそんなのは分子の活動でもって決まってるよと、分子の活動っていうなら素粒子レベルはどうしたのと、で、素粒子レベルでもっと決定論があるかもしれない。ところがそこまでいくと今度不確定性原理が働いてきますね。で、完全に決定されていないと、素粒子の動きやなんか常にそれは不確定性である。で、そこまでいったとしたって結局はそのある段階に還元するっていうような考え方っていうのは、これは社会還元主義だろうと文化還元主義だろうと、そのあるいは細胞レベルの還元主義、遺伝子レベルの還元主義、分子レベルの還元主義、素粒子レベルの還元主義、いずれにせよ一つのレイヤーの次元で全てを解決すると考えるっていうのは、これは一つの神学に過ぎないと。で、実はね、ソーカルに批判されたポスト構造主義っていう考え方の中の最良の部分は、そういった還元主義を拒否すると、還元主義は一つの神学だよっていうのを、はっきりと洞察したのがポスト構造主義、特にジャック・デリダっていう哲学者の社会論の一番ベースにあったんです。ところがそれがその周辺の他に、先ほど僕も死の欲動っていうのを使ったジャック・ラカンだとかジル・ドゥルーズっていう、最近も若い人たち結構ドゥルーズ信者っていうのはいますが、彼らがその数学的な比喩を乱用したと、でしかも間違った仕方でもって自然科学的な比喩もたくさん使ったということで、そのポスト構造主義っていうのはソーカルっていう物理学者のパロディ論文によって批判一旦かなりされちゃったんですが、可能性の中心はその数学的な比喩を彼らは乱用したかどうかではなくて、その世界の存在や我々の認識構造において、その層の関係だとかなんかがそれぞれどうなってるかっていうのを丁寧に解明したっていうところこそが、僕の観点からするとポスト構造主義からポスト構造主義っていう考え方の最も今なおというか、今こそね、もう一回捉え直すべきポイントがある。で、その点で言えば、先ほどミームの話出されたような、そういうレイヤーは大事だけど、そこに還元して解釈しちゃったら、昔の人々が全てを聖書の中に還元したとのと同じような、一つの解釈の枠組みだけでもって世界を説明しきれるんだと、そこに神の真理があるんだって考えたのと同じ認識の回路になっちゃいますよと。で、その認識の回路はどういうふうに作られているかっていうのを解明に細かく踏み込んでいったのが、まあ、構造主義だけじゃなくて、日本で言えばその20世紀後半に自然科学から人文社会科学まで大きな影響を与えた広松渉さんっていう哲学者がいるんだけども、僕数年間彼と一緒に仕事しましたが、その広松渉さんがフランスの構造主義以上に精密にそこは議論していたんだ、25年から30年も前に。で、ところがそれもジャーナリスティックな批評というか理論世界では、もう思想や学問の流行現象というのがありますからね。で、もう広松渉というのは過去の人だみたいな感じで思って、もう歴史的な対象になっちゃったりする。そういう、あるいはドゥルーズやデリダだとそうだし、最近はそのメイヤースっていうような人が、千葉君やなんか評論の世界では一生懸命取り上げて流行ってますけど、それも流行現象みたいな形で扱われてるところがある。流行現象っていうのは科学でも自然科学でも社会科学や人文科学でも芸術でもどこでもありますし、それは資本主義社会のやむを得ないところだけど、で、ミームっていうのも一つの流行でもあるし、だけど我々はそういったものに対してそれを突き放す視点っていうのを常に興味を持ちながらね、突き放す視点、そういう二刀流三刀流を使うような視点っていうのが重要だろうというのが、脳神経科学の最近の流行やなんかに対してはとっても危惧するポイントです。今のミームの話はそう、レイヤーとして重要です。間違いなく重要だと。ただ還元主義はミームよりジーンの方が大事な話として出てたんですけれども、うん、で、だからね、それと同じように、先ほど僕が本題の方で言ったのは、その育ちだとかね、そういう社会科学的な
レイヤーですね、社会構造だとか文化の構造の変化だとか、そういったソフトウェアレベルでの変化と、ソフトレベルウェアレベルでの構造やその変化と、それとそういう自然科学レベルでの構造や変化、そういったものの相関関係っていうものもを視点に入れないと、我々の現実世界の実相っていうものは捉え損なく、偏って捉えちゃうことになるぞと。でだから一方にはね、中澤さんが先ほど言ったようなそのミーミーやなんかその神経細胞レベルに注目する観点もあれば、神経細胞遺伝子レベルに注目するレベルもあれば、他方で人文社会科学方面ではカルチュラルスタディーズっていう形でもって世界的に流行った構造心以降の社会文化の把握の議論が、これは全てを制度に還元しちゃう傾向があったわけですね。芸術も政治も何人かも人間がそれぞれの文化や社会でもって作り上げる制度に過ぎない。でこれも一種の還元主義なわけです。で芸術も所詮制度だよと、確かにそれはそういう一面はあります。だけどミームのようなレベルもあるしね、制度じゃ解決できないようなレベルもあると。でそのようにそれぞれの学がそれぞれ専門的に追求するさまざまなレイヤーがどのように関係しているか、そういうジャンル横断的な問題っていうのもこそ、この AI 理系研なんかでもね、まさにこう一番、いやとってもやれる場所じゃないかと、実際やっていらっしゃるし中澤さんでと思います。はい、ありがとうございました。そろそろだんだん時間なんですけれども、あとそれから今日ちょっと話足りてないなと思ってたのが、藤井さんが藤井さんの質問の時に答えられていた問題なんですけど、ちょっとそれだけタイムリーな問題なので、もう一回ちょっと言っておきますと、斉藤元明さんというスーパーコンピューターで、もうこの人が、いないとちょっと明日はないぞみたいな感じの、非常に、なんていうのかな、日本のコンピューティング、日本のというよりもスーパーコンピューターでものすごくいい成績を弾き出すコンピューターを作ってた方がいらして、でその方はかなり独創的な発明をいろいろ組み合わせて、でその中で最大 の発明は液芯型のコンピューターなんですけれども、そこを組み合わせて、いろいろな実現不可能なことをかなり実現不可能でなく、やってできた方なんですが、その方が、国策捜査なんではないかという、捜査によって、揚げ足取られるような形で一昨日逮捕されまして、それに対して松田拓也先生、この方は AIB 芸研で2度お招きした方ですけど、その人が非常に、これでもう日本は終わってしまったみたいなようなことを、Facebook に書いてまして、で僕はその Facebook の松田拓也さん の意見を AIB 芸研の Facebook の方にも転送しておりますので、もし興味持たれる方はですね、ちょっとそこを見ていただければと思います。でそれは今 の AI と美学だとか AI と芸術とかっていう話とは無関係、今 の表面的には無関係なんですけれども、ゆくゆくは本来は関係あるはずで、今我々が繰り広げているのは、今日はちょっと AI の専門家がいないまま話したので、かなり抽象的な、でさらに未来すぎる AI を想定しながらの話になったんですけども、未来すぎる AI が本当に実現できるのか、その一個手前のですね、ところをちゃんとやろうとしている、本当に実現できるのかみたいなような地に足ついた研究のレベルで、いろいろな大問題が起きているというようなことをですね、ちょっと今日この日に一応言っておきたいなと思いました。ちょっと最後話を変えて申し訳なかったですけれども、あと楠野さんもう一言何か、いやもう大丈夫です。はい、
ではちょっと本当は18時終わりのはずが30分長くなりましたけれども、引き続きですねこの場でちょっとお酒などを出して食べ物なども出して、今こういうマイク持った形ではできなかった話の展開とか、あとそれから死刑囚の絵画についてもうちょっと知りたいとか、まあいろいろあると思いますので、よかったらぜひ残っていっていただければと思います。で、あともう一つ、本会は本 AI 美芸研は本日もそうなんですけれども多くのスタッフによって支えられてやっております。僕が代表で企画の草刈りと2人を中心でやっているものなんですけれども、今日も映像を担当してくださっている人、あとそれから今会場の泊まりの鶴見さんですけれども、 AI 美芸展の展覧会の方も特に音楽とシンポジウム の担当として関わっていただいております。で、そういった沖縄のでこういうふうにやってるのもですね、東京のスタッフの人たちが逐一リツイートしてくれたり、あるいはユーストリームを見ながらツイートしてくれたりなどなどとしております。などなど、スタッフの方にも今ここでちょっと拍手をいただければと思います。ありがとうございます。では、一番はあといらしていただいたお客様にもどうもありがとうございますと言いつつ、はい、ありがとうございます、と言いつつ、あとユーストを見てくださった方もありがとうございます。で、はい、ありがとうございます。で、最後にご出演のですね串井先生、串井の先生混ざってしまった藤井先生今日はお越し面白い興味深い尽きない話どうもありがとうございました